はい、皆さんこんばんは。というわけでございまして、水曜ね、鶴見庵の東大阪店という形でございます。本日鶴見店からありがとうございます。はい、放送という形でございますけれども、はい、というわけで今日はなんと木村翔に最初から出ていただいて、なおかつピンです。ピンです。はい、本日東大阪店さんが確か入れ替え。そうなんです。寝台入れ替えでね。はい。いつも通り、はい、ちょっとお忙しいということでございまして、はい、本日ピン企画という形になってね。いや、ありがたいですね。ああ、さすがでございますね。もうね、もう下ずっと、はいはい、ほら、早速告知しましょう。ファンカンという文字が今コメントで見えましたんで、ほら。いきますか。はい。はい。もう見えますかね。アップできますか。はい、いきますよ。ほら、はい、アップ。大阪東部キコーナー第25回パチンコパチスロファン感謝デーでございます。おー、どん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 ということで、はい、当選総本数なんと2600本ということ。2600本ですよ、これ。はい、これ全日遊連さんで、確か大阪全体でやってはるんですかね、はい、これね。そうなんですよ。ただでも、はい、この大阪のキコーナーの数って言ったらもう半端じゃないですから。まあそうですよね。大阪ないだけで言ってもだいぶとありますからね。大体の駅キコーナーありますからね、これ。はい、2600本言うたら、うちが476台なんで、はい、まあ約、そうですね、5、6倍ぐらいですか。台数と比較したか。はい、もう全員大当たりで6回当たれるぐらいの、そう、ま、6周してもなおさらまず余りが出てしまうぐらいの感じでございますけどもね。恐ろしい数ですよね、はいはい、ということでね、はい、今回も商品は、うん、ちょっとこっち側じゃなくてカウンター前の方なんですけどね、はい、ぜひ来てみていただきたいんですけれども、そうですね、実際に物を見ていただければどんなもんかというのが分かるかと思いますけども、車はないらしい。何ですかそのどっかのルーレット回して車が当たるみたいな感じのやつは。いや車っぽかったんですけど、車じゃなかったですね。車じゃない。これ車置いてたら、これカウンターの前えらいことになりますよ。車じゃない。あ、車じゃない。あ、OK です。パン作るやつみたいでした。パン作る、はい、どういうことやろな。ちょっと遠目で見たらよくわからなかったね。はい、テレビとかやろって言われてますけどね。一応ね、時間の方告知しておきますね。お、まず13日、時間、時間先言っちゃう。はい。いや、もうここだけピンポイントで来てください。もう。わ、なるほど、はい、もうこの時間帯に間に合うように来ていただければ、はい、もうそうなんですよ、はい、いきますね、はい、13日15時、はい、1回目、はい、第2回ありますから1日、はい、2回目は19時になります、はいはい、そして14日1回目が15時、はい、2回目が19時からになってます、はい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 、そして3回目なんと15日、はい、15時からになってます、はい、でそれと2回目が、はい、なんと19時からになってます。分かりやすい。全部一緒です。要するに15時と19時、19時という2つを覚えていただければ、そうですそうです、そして鶴見店さんにね、はい、来ていただければ挑戦必ず受けれるよと、はい、その時必ずね座って勇気していただければ、はい、くじを引く機会でね、もう間違いなく引けますから、間違いなく引けますんで、はい、ぜひ秋田にはバーンと座っていただければと思いますんでね、はい、全部同じやないかって言われてますけども、ね、全部同じですね。非常に分かりやすい、はい、もしかしたら今回東大阪店と連携取れてないんで、もしかしたら東大阪店も同じ時間かもしれない。ね、あなた今連携取れてないってはっきり言いましたね。あんまり足並み揃えれてないんで、もしかしたら違うかもしれない。はい、はい、それはね、また、ご勘弁いただき、来ていただいて、はい、そうですね、はい、両方ともお店来ていただいて、そうですね、もしくはまあ、はい、ホームページで告知はやるのかな、東大阪店さん、どうなんだろう。やるでしょ、それは。はい、まあまあまあ、それでね、抽選時間見ていただければと思いますけどもね。はい、おそらく東大阪のことなんで、まず入れ替えの方がね、ドーンと。まず来るという形になるかと思います。はい、もういつも通り、もうどえらい数入れてくるんでしょうね。そうですね、東大阪店さんもね、はい、また新しくいろいろと入れ替えされるという話もお聞きしておりますので、14時半からずっと売ってれば9時引けるねってことで、まさにその通りでございますんで、そうですね、はい、途中からでもぜひ来ていただければと思いますけどもね、はい、よろしくお願いします、はい、大東に行けばいいんだっけ、大東じゃないぞ、鶴見だぞ、今日は、そうですね、はい、放送は鶴見だね、当たるまで引いてもいいですかってね、コメント来てますけども、そうですね、多分大東より大当たりの数多いんじゃないかなと。言っちゃっていいの、そういうこと。いや、もう476台なんで圧迫されてるんで、はいはいはい、圧縮されてるんで、はい、もうちっちゃい店に行くば行くほど当たりやすい、はい、なるほどなるほど、そういうことになりますよね、必然的にね。あ、なるほどね、今くじの数も多くなってるみたいですね、はい、あ、なるほどなるほど、圧迫はされないです、はい、なるほど、すいません、圧迫はされてないということですね、はい、今からご近所のちっちゃいお店に行こうと思ってた人、すいません、確率は一緒らしいです。あ、全部一緒ということですんでね、はい、はい、ちなみに花火の横の機種なんですかって言われてますけども、花火の横の機種ガルパンですよね。そう、ガルパンです、はい、ガールズ&パンツはこちら、スルミテンさん何台できたでしたっけ。いや、うちが4台まず入ってます。4台、まずは4台でジャブで様子見とこう。ジャブですか、はい、はい、これガルパン
ガルパンいいですよね。結構あの稼働もいいという話をお聞きしてますけれどもね、はいはい、今日は懐かしいの運をつける配信しようよってねコメントが来てますけれども、まあ、今日の日付でございますが、まあ、ちょっと日付過ぎまして11月の12日になったわけですが、はい、まあ、昨日といえば11月の11日ということで、はい、まあ、ゾロ目の日ということで ね皆さんいろいろと行かれた方も多いかと思いますけれども、はいはいはい、本日なんですが、はい、何を打ちましょう木村さん。本日はもういいんですか、スパッと言っちゃっていいんですか。もうさらっと言ってください。はい、はい、寝台龍が如くでございます。お、来ました、オブジエンド龍が如くオブジエンドという形でございまして、太陽エレクさんの、ね、はい、新しい台ということでございまして、関西機構の初登場と、はい、ありがとうございます、はい、いう形になるわけでございますけれども、まあいろいろとですね、この台、まあ、あの詳細な、まあ、子役確率ぐらいは出てるんですが、はいはい、ちょっと今日思ったのが、はい、いろいろ調べたんですよ。やっぱり見せ場がね、やっぱりほら、あの僕もこうやって、まあ、あの配信業もやってまして、はい、この後にね、まあ、YouTube に上げるわけですよ、はいはい、うん、YouTube に上げた時に、まあ、やっぱり見せ場というのをね、はいはい、いろいろまあ気にするわけですわ。あ、まあ、そうですね、はいはい、まあそうですよね、はい、まあ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 、まあ、見せ場があればこうドーンとね、例えばタグをつける時とか、うん、はいはい、あの検索かける時にね、これロングリーズみたいな感じであったりすると、いいす、ね、僕らなんかはもう非常にやりやすいわけ。ああ、なるほど、わかります、わかります、うん、その気持ちは。そう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 、ということは、はい、今日は龍が如くで、はい、ロングフリーズ引いちゃってください。しゃあしゃあよくぞ鶴見店を選んでいただいた。まあ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 ね、何を隠すと私、はい、あのこの気候のチャンネル第1回化け物語でフリーズ引いた男ですからね。あ、そうですよ、はい、ありましたね。もうあれ以来もう一切もう音沙汰なしですあ、今日のこの企画まで貯めてきた。いや、それはある、ある、それはあります。ああ、なるほど、自信あります。まあ何せですね、はい、このロングフリーズ、はい、あるかどうかも分かりません。ないかもしれない恐ろしい、恐ろしいですね。何せ調査中という文字がもう全てのサイトにおいて並んでおりましてですね。あ、なるほど、あの、あるかどうかがちょっと確認できないんで、ここはちょっと木村主任のね、こう引きをやってやりましょう、ガツンとやっていただいて、やってやる、こうやったらフリーズで出るんやというところをちょっと見せていただきたいと。いや、お任せください。いうところなんでございますよ。まあ無論ね、はい、まあ引けなかった場合は、まあ、11月11日ということですんで、はい、まあ、その辺にちなんだものが何か出てくるということで、2時間弱でございますけれども、はい、木村署に引く自信ございますでしょうか。いや、ありますよ。お、ある、自信はあります、任せてください。あ、ただあるんだ、はい、その引けなかった場合 の、はい、その準備がしっかりしすぎてるはい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 、そうですね、はい、ちょっとそれがね、はいはい、怖いかな、はい、そ、見えてるし、あ、あ、まあ、見えてるし、見えちゃった、今きっちり用意しすぎてるし、もう、あ、しまった、最初から出して、ああ、危ない危ない危ない、見えてしまいましたね、ちょっとね、見えてしまいましたけれどもね、皆さん見えてないからまだいいですけど、はい、こっからしたらもう完全に機関に入る系ばっかりでも喉弱いんで、ああ、そうですか、はい、あ、そうですね、もう明日からね、またお仕事もまあ、はい、されるということですから、はい、ファンカーも始まるのに、はい、はい、そういう方がございますね。今、はい、それもね、ほら、木村さん、引き、引いたらね、腕で、ね、ほら、はいはい、腕で引いたらもう何とでもなるから。行ってやりましょう、行ってやりましょう。はい、ってやりましょうということで、はい、あるかどうかもわからんのかって、ね、こういうときでますけども、まあ、あるかないかも含めて、ちょっとここ、今日はね、検証という形でございますんで、はい、ちょっとバッツリと打っていただければと思いますんでね。はい、どうぞよろしくお願いをいたします。はい、じゃあ、早速でございますけども、準備していただいてよろしいでしょうか。まずフリーズの引き方ね、はい、お教えしましょう。しかも今日はね、はい、木村さん、はい、ピンですから、はい、気合いカメラ一つですよ。お待ちくださいよまずフリーズの引く準備はね違うんで、こっちしっかり準備してますんで、ああ、しっかり準備できてる、はい、まずメダルを3000枚ぐらい用意してください、はい、フリーズを引くためにまずメダルを3000枚ぐらい、がっつりすぎるまず3000枚ぐらい用意してくださいもう思いっきりあれじゃないですか、打ち回す気満々じゃないですかこれ。行きましょう、行きましょう、はい、じゃあ早速でございますけどもね、はい、打っていきたいと思います。黄金の腕見せてくれやって言われてますんでね、やってやりますよ、はい、じゃあ今日は珍しくもう1カメで大きい画面で見えると思いますんでね、皆さん、はい、画面もあの大きい画面、あの画像でね、はい、確かめれると思いますんで、楽しんでいっていただければと思いますんで、はい、カメラ一つでいいね、ただ逆に当たらんときついぞって言われてますけれども、またまた当たらんスロットなんかないでしょうよ。お、
お、言い切ったね。行きましょう、行きましょう。はい、せめて、あの店は作ってちょうだい、はい。はい、といった形でございまして、じゃあスタートという形で。はい、音量設定大丈夫ですか。とりあえず2でいきましょうか。そうですね、標準って書いてますから、はい、はい、音とかね聞こえづらくなったりしましたら、はい、またあのコメントで伝えていただければと思いますんで、よろしくお願いしま す, お願いします。はい、それではスタート、よろしくお願いしま す, ます。じゃあまず打ち方は、これはバー狙いでどうやらいいっぽい感じでございますけどね。はい、バー狙いで、はい、で、はい、でスイカの時は7図柄でしたっけね、これ確か。はい、あ、スイカはバーでもいいですね。両方ともいけるのか。だからバー狙い、バー狙いでいけるんですかね。はい、スイカの時はバー狙いでフォローするという形でございます。あ、全部オールバーですね、じゃあ。はい、オッケーオッケー。おそらくそうだと思います。そうですね、バーの下にスイカくっついてるんで、ちょっと早めに押したら大丈夫だと思いますけどもね。ということはあれですね、エウレカと一緒ですね。お、そこでまた、あ、エウレカ、そういえば木村主任といえばね、エウレカの企画、懐かしいでございますね、これね。今日打ちたかったんですけどね、はい、なんせ遠いでしょ。そうなんですよ。ちょっと打て、あのこっからやと届かないんでね、残念ながら、はい、来たくれね、今日の客は何だろうなってね、コメント来てますけどね、今日の木村はおみくじマンなのかなって言われてますけど、ファン感にね、こう特化した形という形でございますけども、ね、そうですね、はい、はい、まあでもあのファン関係のやつはね、できれば、はい、あの東大阪と一緒にやりたいんで。それは巻き添え食らわせるといいんでよろしいですか。大丈夫ですか。いや、そうですね、そういうあの保身的な意味もありますけど、できれば一緒にやりたいなって、うん、画面大きいからこっち向くなとか言われてますけどもね。15分に1回罰ゲームはないんですかってね。そこまでやるとまたね、カメラが1カメなんでね、一個一個止まるんですよ。やっぱりもう信頼で、今日ね、あの関西紀子の初登場という題でございますんで、はいはい、できてるだけちょっと台を見せたいというのもありますんでね、はい、皆さんオーバーです。今日も山形県から見てますってことでね、ありがとうございま す, います、ね、パチパチで来た。変な髪型の木村って言われてますけどね、こんばんは。いつも通りね、萌えちゃんにやっていただいているという形でございます。はい、ありがたいですね。はい、キムキム、今週の萌えちゃん&アミーバ&島田、吉井さん情報は何かありますかって言われてますけど、ね、あのアミーバはあいつですね、佐藤です、ね、さあアミーバ佐藤さんですね、はい、あいつはもう安定して何もないです、ね、何もない。はい、島田吉井さんは何かありますか。島田吉井さんも今のところはあの島田には触れてないんで。あ、触れてないということ で今日は落ちないということで大丈夫ですかね、はい、これね、上のリールが本体で下のリールは液晶ですかというコメント来てますけども、いや、下のリールもちゃんとあ、ね、あるんですけども、メインリールは上になるんですかね。そうですね、はい、という形になります。はい、ポッキープリッツ送れって言われてますけどもね、はい、下のリールは演出用だけど実物だけどということで、あの連動して動くには動くんですけども、メインのリールは上部という形になりますね、はいはい、だからもうめちゃめちゃなんか狙いづらいですね。ちょっと違和感あるかもしれません ね、この辺についてはね、はい、木村、その龍が男って実際の歌舞伎町の、街並みなんだぜということで、実際全く一緒らしいですね、これに関してはね。あ、そうなんすか。はい、やべえな、なんか変換の換っていう文字出てきましたね。来ましたね、はい、強チェリーか何かかな。何を変換したんでしょうね。はい、ちょっと謎な感じです。今チェリーがなんか落ちましたけど ね、 そうですね。あ、今の強チェアンって言われてますけどね。漢字の萌えちゃんとシンボル情報を配布してくださいって言われてますけど、あ、萌えちゃんね、はい、いや結構普通な話でいいですか。はいはい、どうぞどうぞ。あのよくある話だと思うんですけど、はいはいはい、僕あの帰って服脱ぎ捨てちゃうんですよ。あ、脱ぎ捨てる、うん、シャツとかいろいろ疲れて、はいはい、で萌えちゃんが毎回怒るわけですよ。ああ、もうほっぽらかしすんなと、うんうん、いや女性からしたらあれが一番ムカつくらしいですね。あ、そうなんですか。らしいですよ、はい、ほんで僕が脱ぎ捨てた服を、はい、なんかあのゴミ袋の中にストックしてるんですよ、一回、はあ、でこれ1週間経ったら捨てるから言うて、ストック、うん、ストック、はいはいはい、わざわざストックしてると、うん、いやいや、はい、もうそこまでせんでええやろうと思うんですけど、はい、脱ぎ捨てた服をストックしていくんですね、はい、で、まあ一昨日ぐらいですかね、はい、僕その袋見たんですよ、はい、いや、もうさすがにちゃんと洗濯機入れんと捨てられるかなと思って見たんですよ、はい、萌えちゃんの服も入ってましたから。自分の服まで捨てちゃったか。アホやー思ってこいつアホやー思って確認したのね。捨てるからな言うて自分の服入れてますからね。それすごいな。え、全くそれは自分の、ね、意識してなかったよね。いや、してないと思います。じゃああれ、そしたら萌えちゃんもあれ脱ぎ捨ててるの。いや、わかんないですけど、はあ、わかんないですけど入れてますね。可愛いって言われてますけどね。それよくある話かって言われてますけどね。自分の服入れてるってアホなんですかって言われてます。いや、平等や
な思って、ね、こいつ平等やな思ってどこが普通の話やねんって言われてますけどもね、はい、ね、リオ出てきますから、キムキムポッキー買ってきてね、ちょっとデータランプね、今各、ちょっと下に映る形になったんですけど、どうです、まだ見づらいかな、ちょっとまた、見づらかったら言っていただければと思いますんでね、はい、はあ、ちょっとね、データランプが反射してるんで、裏からね、はい、あ、なるほどですね、はい、もしかしたら萌えちゃんが捨てる予定で入れてた可能性はないんかなって言われてますけどもね。あー、いやでもそんなことないでしょ、はい、萌えちゃんのあの一丁羅みたいなやつ、一丁羅萌えちゃんの一丁羅みたいな、萌えちゃんそれ大事に持ってはるんですか、それは、あ、今チャンス来ましたね、スイカ落ちましたけどもね、見やすくなった、ありがとうってことでね、ありがとうございます、で JP 先生、キムキムこんばんは、キムキム髪の毛減ったって言われてますけどいや毎週切られてるんでそれは減りますよね増えることないですから、そうですよね、あ、まあ、はい、切られてるは切られてますんでね、はい、減っていく一方なんで、はい、うん、バロン、また、まだ靴下でまたたび巻いてるんですかって言われてますけど、またたびをまだあれですか、この前匂いつけられたって言ってましたけど、はい、いやまだ、いやまたたびはまだ振られてないですけど、はい、もう猫がもう癖ついてるんでそうなんですか、またたびと関係なく襲ってきますよ猫に襲われてるのね。いやもうこたつの時期になったじゃないですか。はいはいはい。寒いから、まあ、もう出したんですかこたつ。出したんですよこたつ。はいはいはい、うん。寒いから入るじゃないですか。うん、襲われますからね絶対。襲われんねや。寒くてもこたつ入るのが怖いっていう。襲うってどんな感じなんですか。じゃれてくる？いやもうね、噛みちぎりにやってきますね。え、噛みちぎるんですか。噛みちぎりに来ますね。怖っ。はい、それは靴下を。はい。もう靴下ってかもうわかんないんでもう汗出てね。僕の中指やったらガーンきますから。へえ、結構どう猛なんすね。いや、どう猛ですよ。家の猫はね、はい、あれ木村、ま、最近ハゲてないとか言われてますけどもね。いや大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ちょっとジェルで仕上げてきたんでちょっとそこら辺の塩梅が。ああ、なるほどなるほど、はい、ジェルでかっちり決めてるということですかね、はい、だからちょっとよろしくない感じになってますね、はい、木村、ね、萌ちゃん猫の名前なんてつけたんですかって、マロンです、マロンあ、それはバロンじゃなくてマロンなんですね。マロンです、はい、ただ服をちゃんと片付けない木村が悪いと思いますって、ね、いやまあそうなんですけど、ね、それはそうなんですけど、土星論が来てますけれどもね、はいはい、男前や一丁だってね、じゃあフリーズ引いたらエクステでもやりますかって言われてますけどね、いつ坊主になる予定ですかって言われてますけど、いやまあでも時間の問題でしょうねただ坊主まずいでしょそれは。そうですね、はい、あんま僕もよろしくないと思うんですけど、はい、まあ、僕に選ぶ権利があるのかっていう、ね、そもそもがそれっていうね、はい、大阪で寒いやと東北はもっと寒いぞっていう、ね、言ってる方もいらっしゃる、ね、まあ、間違いないでしょうね、こんばんは、ありがとうございます、バロン、まね、マロンじゃなくてバロンにしたらいいのにって言われてますけどもね、はい、まあでもメス猫なんでね、はい、あれゾンビ殲滅ミッション、龍が如くってこんなゲームなんですか。オブジエンドでそういう形になったんじゃないですかね。なんか本来のいわゆる普通の、はいはい、まあ、あの手の方々と喧嘩するような作品については、まあ、はい、いろいろ諸事情ございまして、はい、通らなかったという話は聞いてますけどもね。ああ、そういうことなんですね、はい、いろいろ、まあ、あるらしいですよ。あ、ほんでこのバイオハザードとかぶっちゃったみたいな。そうそうそう、そんな感じになったという形でね。なんで普通のね、まあ、なんていうか龍は如くにせへんかったんやっていうねコメントもさっき来てましたけどもね、猫でバロンやったら耳を澄ませばになっちゃうじゃないかって言われてますけどね、木村神にゲロつけてるの切ったなと言われてますけど、ゲロじゃないジェルですよジェル、はいはい、ね、久しぶりに頭頂部映してって言われてますけどね、多分映したらまた怒られると思いますんでね。あ、そうですね、はい、このエンデックの機材と関係ないですから、ね、はい、なるほど、服をほったらかしするのが一番嫌いとか言うけど、それちゃんとしたら一番嫌いなのがまたできるんやでって言われてますけどもね。あ、なるほどね、いや今の結構真理に捉えてますよね。まあそうですよね、それはありますよね、はい、うん、通り越してスキンヘッドやな、暑そうやなって言われてますけどね。また食べて人間で言うとお酒みたいなもんやから、タチの悪い酔っ払いに絡まれるみたいなもんやでって言われてますけどあ、そういうことなんか、うん、まあお酒に似た酔っ払いっていう表現よく聞きますけどもね。さあ今4体まで行きましたけど、どうかな、これ分かりました僕、ちょっとね、はい、化け物語に似てますね。あー、これは自力怪獣ゾーンみたいな形になってるわけですかね、これは。ほんでなんかこれが怪獣柄みたいな。はい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 、怪獣柄みたいな、似てますよ。これだいぶと演出でリール動きますね、下の方がね。そうですね、はい、髪剃って髪伸ばしてもらっていいですかって言われてますけど、剃った時点でまだ出勤できなくなっちゃうからね、はい画面にバロン木村って出てきて笑ったって言われますけどね。バロン、家での順位は、萌えちゃん、マロン、バロンの順番ですかって言われてますけど、そうですね、ちょっとインフム感じで言うのをちょっとやめていただきたいですけど萌えちゃん、マロン、バロンになってますけどね、はい、はい、
普通の893と対決するのが面白いんだよね。完全バイオやんけって言われてますけどね。はい、三強のパチスロ IS のペイアウト率詐称についてどう思われますか。自分は二度と三強では打たないと決めましたってコメント来ますけども、これ全体で通すとなんかまた出てきてるらしいですけどもね。インフィニットストラトスですか、はいはい、いろいろとネットでは話題になったみたいですけども、今トータルで考えるとまた出率が上に言ってるという話は聞きましたけれどもね、うん、はい、キムキム前歯落としたさってさっき拾ったけどって言われてますけど、あ、まだ大丈夫です落としてはないです、ね、まだ落ちることはないですよ。今の自力解除とね、ちょっと今の受からなかったという状況ですからね。そうですね、はいはい、ちなみに通常ステージ3つありまして、昼夕方夜か、夜になったら高確率というか内部状態がいいところが濃厚という話みたいですけどもね、はい、なるほどですね、うん、本間の龍が如くの方がいいって方もいらっしゃいますけどね。ジェルがローションじゃないんだって、あ、ローションだったら別曜日の放送かって間違いないねこれ ね、 そうですね、あのローション飲まされる放送になっちゃいますんでね、これね。しかもローションでスタイリングしてもうびちょびちょになるだけでしょそうですよね、はい、あのまあ、あの頭につけたら多分あのオールバックみたいな形になるかもしれませんけどもね。そうですね、ウェット感はすごいと思いますけど。ウェット感って、はい、萌えちゃんって料理はできるんですか。あ、萌えちゃん料理できますよ。どの、ちなみにどの料理が美味しいってありますか。どの料理が美味しいですかね、うん、いやでも煮物とか普通のなんか和食が美味しいですね。あ、和食、はい、へえ、意外とね。なるほど、意外と料理ちょっとなんか意外っぽい感じしましたけれどもね、はい、はい、木村の足が猫の餌になる日も近いなって言われてますけどもね。でも若干なってますよ、もうすでにかじられてるという話ですんでね、はい、はい、萌えちゃんってどこの野良猫ですかって野良猫ちゃうからな、野良猫ちゃうぞ。今日バラ AKB で3回ロングフリーズ引いた木村も頑張れって言われてますんでね。え、マジですか、3回。いやでもすごいないやでもそれがあるからこれ引けないかもしれないですよね。あ、逆に言うと、あ、トータルでね、この方が出されたから、うん、あ、可能性ありますね、これ。うん、修羅の時は出玉良かったんだ、もうこれ何ですか、バイオですかって言われてますけど、ちょっとねバイオライクな感じになってますけど、そうですね、だからいわゆるゾンビミッション系のやつもあったりするんですよねこれね、はい、はい、木村 IS が ART の回数、獲得枚数が0枚があるのに一言お願いしますとか言われてますけど、あ、でもエウレカ普通にありますからね。ありましたからね、はい、エウレカ2確かありましたよね、はい、これね、バロン木村ももう2年近くやってますってこと、本当にねもう2年近く、いやそうですよね、このキャラやってますけれどもね、いや長いですよ、はい、木村さっき球落とさんかった鶴見店前で拾ったんやけどってことで、何の球落としたんですかこれはね。それはあれですか、僕の要の球ですいやそれは大丈夫です。大丈夫ですか、あの皆さんと同じ構造になってるんで、あ、はい、あの片球になってたりはしてないですね、はい、大丈夫ですね、そんな落とさないようになってます、はい、落としたら気づきそうなもんですけどもね。さあ、全くイケメンユニットのお知らせないけど、もう解散したとかじゃないんですよねっていう。いや違いますよ、はい、何気に活動してますからね、はい、何気に地味にやってます、はい、各店舗でいろいろと告知とかはされてるみたいですけどもね、はい、明日いろいろあったりしますみたいな、はい、いやもし鶴見の放送で日が近くなったら、はい、鶴見で告知します、ね、あ、なるほどなるほど、まだ鶴見店の方で活動されてないんですかね今のところは、ね、はい、はい、木村に質問ですけども、萌えちゃんでプラスチック食べたりしないんですかって言われてます。あ、プラスチック食べたりしないです萌えちゃんは何やと思っとるんやこの人はちなみに和食ってちゃんとした煮物の出てくるのっていうコメントってますけど、いや、あの料理はうまいんですよ。ああ、はい、和食か、いっぺんどんなんか見てみたいな。またシャメとか送っていただけたらまたボンと載せますんでね、これね。あ、そうですね、はい、萌えちゃんってガンプラ食べたりしないんですかって誰もガンプラ食べるかちゃう。そんなあれ買ったばっかりの赤ちゃんみたいなことはない何でも口に入れるパターンね、はい、さあ今これまた出目出てきましたね、これリプレイかな、ね、リプレイっていうかあのチャンス目ですかねこれはね。そうですね、うん、ちゃんと猫に優しくしてないんじゃないのって言われてますけど、いやしてますよ猫に優しく、ちゃんと世話はしてるんですよね、萌えちゃんなんか猫と共に生活してますからねほんまに猫好きなんですね、うん、猫が起きたら自分も起きて、はい、猫が寝たら自分も寝るみたいなっていうか年中ってか日中寝てるやないかって話もあるんですけどねそれね。だから若干萌えちゃんが起きてる姿とか最近あんま見たことないな見ろそれはせめて見れうちの嫁の豚の角煮絶品やねって方いらっしゃいますけど、いいですね豚の角煮 ね、 いいですね、豚の角煮がうまかったらいいですよね、間違いなくあのご飯ねお供になりますけどもね、キムキムピップエレキバンの代わりにまた旅塗られてみって言われてますけど、ピップエレキバン前回ね股間に貼られたっていうのがいろいろと言われてましたけど、代わりにまた旅やったらえらいことになるでしょうねこれね。いややばいですよね、あ、いやでもエレキバンの方が僕的にはショッキングでしょうねもっと、ね、元気になれということなのかという話かもしれませんけどもね。さあチャンス目っぽいの来ました ね、 今 ね、 ねスイカ外れましたけどね、バロン木村2年や近くやってるけど前の放送で投げ捨てたやないかって言われてますけどね、間違いないね、はい、あれもそうですね、はい、そうですね、あれも
はい、どうぞ。危険ですからね、あれ。あ、危険？はい。ああ、かぶってるとだいぶ危険なんですかね。だいぶ危険でしょ、だってね、日本を代表するあれですからね。そうですね。はい。はい、キムキム、今週の木村カードの新機能を教えてください。また皆さん好きにその中でやったらいいじゃないですか。コメントの方で。コメント欄でやったらいいじゃないですか、どうでも。もう散々やってましたからね、これね。筑前煮が食べたい。今週のマリコ様情報何かありますか。いや、家でじっとしてますよ。知りませんしね、一緒に暮らしてないから。マリコの今実家の方でね、はい、多分見られてるかどうか分からないですけれども、木村以外のメンバーと、木村で方向の不一致があって解散したって話聞いたんですけど、本当に解散してないですかって言われてますけど、それやったら僕多分知らされてないですよ、ね、いつの間にかねえ。萌ちゃんで和食の料理っても初めて聞きましたって方いらっしゃいますけどね、こんばんは、ありがとうございます、木村は萌ちゃんと結婚してからどこか旅行に行きましたかってコメント来てますけどね。いや、まだ行けてないんですよね。あ、まだ行けてない、はい、まだ結婚旅行、新婚旅行もまだということですかね。まだ、まあまあ、でも企画はしてるんでしょ。はい、いや、結婚する前は行けたんですけどね。あ、結婚してからとなると、いざしちゃったらもうなかなか行けない、ね、なるほどね、はい、萌ちゃんで、ね、この龍が如くのゾンビ役で出てるって本当ですかって言われてますけどもね。萌ちゃんいつの間にそこに出たんや。萌ちゃんは豚の確認のことだよって、どういうことやねこれ。ね、逆に萌ちゃんの料理でこれはちょっとっていうのがあったら教えてくださいっていう料理あったら教えてください。それは料理に関してはもうオールマイティなんですか。いや、ほんまにうまいね。はい、いや、今までまずいやつはなかったんじゃないか、ね、なかった。例えば、はい、卵焼きとかで方向を分かれる時ってあるじゃないですか。はいはい、実家でしょっぱいのが出たとか、はいはい、だし巻き風っていうか、だし効いてるやつが出たとか、砂糖効いてるやつが出たとかって結構あったりするみたいですけどもね。はい、新婚家庭でこれを言うべきか言わざるべきかなんてことをね、私毎食でいろいろと話聞いたことありますけどね。バロン、1年ぶりに来月鶴見行こうかと思ってるんやけど、魔神英雄伝渡るまだありますかってコメント来ますけど、いや、ないですよ。もうさすがにちょっとないですかね。はい、デジャネコーナーにちょろっとあったやつですよね。はい、懐かしすぎて今泣きそうになりました。覚えてらっしゃった方いらっしゃるんですね、これね。はい、凝ってたんじゃないんですかね。ね、バロンの自転車のハンドルをごぼうに、サドルカリフラワーにライトをナスに変えておいたって言われてますけど。あ、なるほど、それだけやったら時間相当かかりますね。だいぶ怪しまれてるかと思いますけどね、はい、これね。もうカメラ見て速攻で捕まえに行きます。鶴見店はバラ、AKB のバラの儀式のスロットの方ですかね。これ何台入ってますかっていうコメント来てますけど、バラエティにまず1台入れてます。はい、はい、まあ、ということですね。はい、はい、木村今日のあいうえお作文は龍は如くの主人公の桐生でお願いしますって早速言われてますけど、ね、ちっちゃい文字入ったらあかんでしょ、あいうえお作文。龍になるとだいぶあれですからね、こう狭められますからね。はい、本で龍が如くなんですか、関係ないんですか。いや、それはちょっと違うと思います。一応龍の桐生は文字違いますからね、もろんね、龍の文字は違いますけどもね。はい、木村カード情報出さないだとって、ね、木村元気出せよって言われてますけどね。木村カードで奇跡世界は救えますかとか言われてますけど、いや、もうおそらく救えないと思いますけどね。バロン木村さん、大東の谷水のぶっ込み情報ありますか。あいつですか。はい、なんか最近なんか木村主任とご無沙汰してますんでっていう意味深なコメントを昨日残しましたんで、はい、勝手に木村さんはご無沙汰みたいなコメント昨日来てましたけどもね。いやー。久々会ってないんじゃないですか、水谷主任。そうです ね、全然会ってないです ね。なんか7点からあ、そうです、そうです。ね、お互いに知ってるという話ですけども、ね、はい、奈良店の時の僕の後輩なんですけど。に当たるんですよね、はい、確かね。はい、いや、でもないですよ、昔話ですよね、ぶっ込みって言ったら。そうですけどもね、まあ、だから本人曰く、はい、全くそのぶっ込まれるようなことはないですと。はい。いうことを本人はおっしゃられてたんですけど、もう奈良店行っても絶対僕のネタは出てきませんと。はい、うん、僕はもう健全なんでという話はしてましたけどもね、昨日。そうですね、まあ、強いて言うなら、社員時代になんかようわからん、何ですか、はい、カウボーイみたいなテンガロンハットを一日中かぶり続けて、もうタイムカード切った後もかぶり続けてまして、遠距離なんですけどね。よし、来週聞こう。ほんで、その当時の上司の方から、おい、仕事中は取れ、言うて、怒られてたのは聞いたら覚えてますよね。仕事中は最低限取れと。なんかバカでかいテンガロンハットみたいなやつをかぶってましたよ。え、本当にもう、まさにテンガロンハットですか。いや、もうこいつどういうつもりなんやろな、ぐらいの。
もうテンガロンハットかぶってましたから。へえ、なんでまたかぶってたんですか。よっぽど気に入ったんですかね。いや気に入って、なんなんでしょうね。だから当時あいつ、あの若干あの要潤に似てるところあるじゃないですか。要潤似てますかね、はい、よう見たらあいつ要潤に似てるんですけど、はい、あいつが多分社員の時が要潤に似てると自分で錯覚している時のピークやったと思うんですよ自らあのテンガロンハットさえ被れば要潤に寄せられると、そういう風に思ったんです、ね、ああなるほど、はい、分かりました。じゃあその辺のネタやつでもまた出られた時に聞いておきますね。そうですね、はい、了解しました。いいネタもろた、いいネタもろたぞ、はい、これは分からないですけどね、はい、まあ、自分がどういうつもりで被ってたのか分からないですけども、はい、でも相当こっぴどくいかれてたんで、多分ね、なるほどなるほど。要潤ちょっと何言ってか分からないってね、要潤わらわらって言われましたね、はい、バロン谷水は電柱とあの友達なんだよ、知ってたっていうコメント。どういうことですか、どういうこと。あれね、はい、昨日話聞いたんですけど、はい、寄ったらめちゃめちゃひどいらしいんですよ。ああ、はいはいはい。で結構あのなんか電信柱と最初喧嘩するらしいんですよ、はい、で喧嘩してパンチ繰り出して、はい、あまりに硬いから、はい、あのこれはかなわんと、はい、いうことで途中でなんかいきなり電信柱の横にこう棒ついてますよね、はい、あれにこう絡んで、あのこう俺ら仲間やんみたいな、最後友達になって終わるらしいんですよらしいですよ、はい。さあというわけでチャンス目また来ましたね。結構チャンス目っぽいのこれ結構頻繁に来てますけれどもね。そうですね、はい、なかなかちょっと発展はしてない感じにはなってますけどもね、はい、いやー谷水やばいですねらしいですよ、はい。まあね、今後ちょっとコメント溜まってきましたね、読んでいきましょう、はい、来年の2月に新婚旅行でスペインに行く予定ですって、ね、言われてます。いいですね、羨ましいですね。木村カードでヘッドが出ました、やりましたということでねヘッドあったんや、ヘッドロココ的なやつかなこれ、木村カードはファン感の運を高めれるっていうのは本当ですかってことでね、ぜひ1メートル四方 の, あの鉄のカード用意してくださいね。そうですね、まあ、はい、あの入り口で僕止めますけどねちょっとお客様っていう形で、ね、置いてきてもらっていいですか。さすがにあのロッカーにも入らないですからね、これ ね, ね、はい。木村のみかがおかしい可能性はないですが、渡る面白いよなってね、卵焼きに砂糖って美味しいのかなってことで、ちなみに卵焼きどっち派ですか、だしか砂糖か塩か。いや、だしですね。あ、だし巻き的な感じが一番、はい、なんかお弁当とかに入れるときは砂糖飲んで作ってくれます。へ、うん、なるほどなるほど、はい、それまた味別なんですね。別なんですよ。へえ、それはもうあのご本人としても大満足ですか。はい、もう全然。あ、なるほどなるほど、甘い卵焼きも美味しいでってね、気候なる竜は誰ですかって、もう30分経つけどフリーズまだですかって言われてますけど ね, ねまだ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 、フリーズはおろか当たってすらないということですけどね。これもしかしたら皆さん、天井が見れるかもしれません。あのね、天井に関してなんですけども、これ一応設定アゲアゲアッパーでやらせていただいたんですけども、はい、確かこれ800でしたっけね。あ、あの変更が確か800で短くなるという話も聞きましたけれどもね。あ、じゃあそこら辺の検証もできますね。はい、できますね、これに関してはね、はい。木村カードの半分やさせたからできています。で、僕にはぶっ込まれるようなことは言ってませんって言ってたよねって、そう昨日言ってましたね、はい。木村が思う下水やつを教えてくださいって言われてますけど。いや、でも谷水じゃないですかあ、とうとう、ゲス3兄弟に大都庭になってしまった、はい。木村カードの正露丸だっけって言われてますけどね、ゴブサタ木村、ゴブサタマンってね、木村てってのモノマネしてって言われてますけどね。てってのモノマネ、いや、これね、実のところ言うと、明日やるあの神戸中央スロット館の森店長、めっちゃうまいんですよ。てってのモノマネですかめっちゃやってるんですよ、この前。この前がやり始めて、似てる似てるって散々言われてましたけどね。いや、てってのモノマネね、似てなかったら恥ずかしいじゃないですか。まあ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 、でもでもまあ結構比較的特徴ある方ですね、喋りにね。そうですね、はい、はい、笑い方とかひどいですよねあの突如笑い出すあの感じ面白いですよね、はい、テッテさんね。どっから出てんやっていう高音で笑いやったそう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 、めっちゃ高いですけどね、はい、これね、木村はリュックに売らされるってね、ここに出てますけどね、まあ、早速青い作文来てますけどもね、木村さんには無償の愛を捧げる後輩はいますかっていうコメント来てますけどもね、いや僕が捧げれるってこと。そうそうそう、後輩の方で、こいつのためで何でもしていいよって い, う。いや、いないですね大都庭にはいらっしゃるんですけどもね、まあその辺はまた大都庁の放送見ていただければと思いますけどね、木村カードと村井カードを交換していいですが、木村を足に使う人は誰ですかって言われてますけどもね、あの大都庁結構あの、足、 あのこう足代わりに車とか使われる方いらっしゃるみたいでね。あ、はい、大丈夫ですよ、だって僕はチャリンコですからね、免許持ってませんから使われませんけど、ね、はい、使ってもいいですけど二欠ですよっていうことですよ、はい。
光くんって金目中にそんな似てるかとか言われてますけどね。いや、あの要は正面から見てください。ああ、なるほど、真正面からずっと。じゃあ今度アップにして写しますね、はい、彼出た時ね。いや、はい、もしかしたら結婚してやつり始めてるんでちょっとあるかもしれないですね。なるほど、はい、気候の方は天然なのか狙ってるのかわからないか、そんな方多いんですかと言われてますけどね。木村さん、木村が、福士蒼汰で谷水が、金目順って気候なんてなんなんって言われてますけどもね。次出るとき用意しといてね。そうそうそう、水谷主任ですからね。谷水って名前ですけど水谷主任ですからね。木村カードにコミットっていうのが流行語に入って、ね、天井はともかく当たらないなら面白い話をお願いしますとか言われてますけどね。木村カードがあれば抽選2回引けますかって言ってますけどね。はい、まあ、2回引いてもう邪魔でしょ、まあ、木村カードね、木村カードが邪魔なんで2回引いても入れませんから。あ、なるほど、そういうことらしいですよ、はい、明日ドラゴンだ、テッテさん大東やばすぎとか言われてますけどね。明日やるのか、キコちゃんドラゴンなんてやりましたか。まだやってないですね、はい、明日はドラゴンはやる予定にはなってません、言っときますけどもね、はい。木村ドラちゃんのモノマネやってとか言われてますけどね。テッテさんぬいぐるみみたいで可愛いやんって言われてますけどね。いやいや、そんなことないです。そんなことないです。でも実際着ぐるみで来て出られてましたからね、以前もね。いや、はい、もう今来てないんですか。今どうなんやろ、選手とかは来てなかったと思いますけど、ね、あ、そうですか、もう、はい、自分を貫くっていうことすらもうしなくなったんですね。はい、いや、恐ろしいですね。やばい大統領池田投入とか、気候な大統を諦めたかとか言われてますけどね。てってっていう名前がもう好きって方いらっしゃいますけどね。はい、ムックどこ行くの、移動ってことで、もう移動という形でね、発表になってますけどね。今井パパって、いや似てないし、ふなっしーふなっしーってね、木村が駅まで送迎してくれるんですねとか言われてますけどもね。チャリでね、はい、二血したらまだ捕まりますね、その辺はね。注意しようがないからね。だから、はい、僕がチャリ漕いでて皆さんが後ろに乗った場合、僕は知らないふりをしますから、はい、え、何ですか。なるほど、乗ってましたみたいな。なるほど、また気づかないふりで行くということですかね、はい、もうすごい 100% 被害者の顔をします。私は知らんのやと、はい、勝手に乗ってきたんだと。なるほど、でも昨日谷水がゲスしてんのに、あの木村入れてたけどどうなんですか。あ、そうそうそう、ゲスしてんのに勝手に木村署に入れられてましたけどね。あ、そんなこと言うていいんですか。水谷署には昨日入れてましたよ、勝手に。いや、言うときますけど、はい、奈良時代から僕そういう面一切出したことないですし。あ、なるほど、現にそういうのないですから。あ、ゲスさんだなんていうことはもう言葉も知らないと、はい、あ、もっとゲスいので言ったら、あのてってとその谷水のコンビがゲスいです、それで言ったら。あ、なるほど、むしろそっちの方面の方が、はい、ゲスいのにはもうゲスさで言うとはるかに上であると、はい、よしよしよし。じゃあどことまでは言いませんけど、仕事終わり絶対毎晩どっか行ってましたからね。はい、あ、どことは言わないけど、どことは言いませんけど。それは、はい、それは7点の時ですかね、はい、まあ、近くにいます、その点のお店は。はい、あのテッテが、テッテが最初に通い始めて、はい、後々谷水を誘い始めた。え、誘ったんですか。で、2人揃って癒しやなと言うてます。どことは言いませんけど。あ、どことは言わない。はい、どことは言いませんけど。確か大きい通りにその手の店確かあった気がしないでもないんですけどもね、はい、あそこね。だから、あの谷水に一番尊敬する先輩はって聞いてみてください。ちょっとてってやと思います。あ、わかりました、はい、ちょっとその辺聞きますね、はい、はい、了解しました、木村カードがあったらあげあげばやっぱのやつ教えてくれますかってね、コメント言ってますけど、マジェスティックプリンスやったらやってってコメント来てますけどね。あれね、面白そうですよね。キムキム、今度鶴見店行くまで迎えに来てくれますかって言われてますけど、どこですか、どこまでかな。パンパンになるぐらいですか。鶴見店に行くまで鶴見店に行くんで迎えに来てくれますかって言われてますけど。あ、鶴見店に来るんで迎えに来てくれ、はい、いや、それでいいですよ。お、迎えに行きますか、どこまで。入り口くらいやったら全然。入り口、はい、鶴見店まで来るんですよ、ね、ああ、なるほどなるほど。あ、そうですよね、鶴見店に行くんでですもんね、はい、このままね、はい。今日の結果次第では来週は出演者の誰かがアガーマンとか一人ケツバットマンとかやるんですかってね、コメント来ますけどね。あ、でもいいですね、これで僕は何かフリーズ引けへんかったら次週誰かがそういうのやるまた他人に振るのか、あなた。ちゃんと説明しててくださいよ、本当に。なんかいきゃやれって言われてもあのすぐあの戸惑う顔されるのは僕ですからね、間違いなくね。東大阪のね、の誰かに振っていく。鶴見店ね、天休日ないから休みないわけじゃないですか。まあまあまあ、そうですよね。東大阪コンスタントに1ヶ月に1回休むわけじゃないですか。間違いなく休んでますからね。だったらもうなんかあるべきでしょ、それは。しかるべきだと思うんで。なるほど、それに伴う何かしていただかないと困るということですね。何かその対価は払う、二放送分の何かをすべきですよ。はい、今東大阪店の方々見ていらっしゃいますかね。 YouTube 見た場合はすぐに木村署に連絡してくださいね、はい。
えってったら機構の購入ゆるキャラじゃなかったかって言われてますけどね。あ、違いますよ全然。木村カード持ってたら負けたら殴れるって本当ですかって、ね、それは違うな。はい、木村は顔がゲスとか言われてますよね。キコちゃん出演者の中では1番木村、2番ムッシュ、3番西村が好きですって言われてますけどもね。あ、ありがとうございます。月曜日、ね、あの水曜日もやってる方ですかね、この方ね。木村カードにはチャージ機能はありますかって言われてますけどね。奈良時代って何世紀前って、それはね、あの奈良天時代って話ですからね、あの木村新人のね。あ、そうです、はい。他の曜日に聞いてみますね。ゲスイ人木村てって谷水って言われてますよ。アンケートか何かかな。はい、細かはゲスイですかうざいですかってね。逆にさ、木村が夜どこも行かないって面白さとしてどうなんやろって言われてますけどね。いやいや言われるんですけど、はい、あの逆に行ったところで、はい、あーってなるじゃないですか。あ、木村行ってんねやーっていう感じになるじゃないですか。あ、なるほどなるほど。それが僕許せないんですよ。あ、行ってないんやみたいな。木村実はピュアなんやみたいな。あ、なるほどなるほど。ギャップと僕は欲しいわけですね。あ、実はこうやってね、あの放送上では結構強気でババーンって言ってますけれども、はい、実はこう純情、はい、まさに清純派、はい、といったところでちょっと行きたいと、はい、そうなんですよ。しかもあの多分萌えちゃんこの放送見てますから、行ったって言った瞬間に僕はもうね、僕は多分他の意味で生かされると思うんですよね。僕は以前のあの例の病気のね、はい、あれの時もなんかいろいろと揉めたという話聞きましたんでね。あれでも詰められましたね。そういうのに僕はあの気を使いながら今喋ってるわけです。今ちょっとその病気のコメントも来てたんですけどもね、はい、その病気のコメント あのネタがこの放送に載った時点で、はい、萌えちゃんにだいぶ詰められたという話ですからね。だから僕が下水とかいう話をしている、はい、あの谷水ですね、はい、僕は絶対に許しません。お、許さない発言が来たぞ。許しませんよ。なるほどね、はい、まあまあその辺はまた伝えておきますんでね。そうですね、はい。木村いつになったらうちの店に副店長として来てくれるんですかって言われてますけど、あのどこの店ですか。あの間違いなくこれローソンで以前ローソンですね。間違いなく以前誘われてた方だと思いますけどもね。いや、はい、ローソンね、いやでもコンビニがこの世で一番面白いからな、ほんまにバイトは。もう経験された方としてはもうあれなんですか、やっぱりあのコンビニっていうのもまた面白さがあるわけですか。いやもうほんまに僕ね、あの気候なをもしもあのクビになったら、はい、迷わずあのセブンイレブンにまた戻ろうかなと。名前はっきりと言いましたね。あれですか、家の近くのところで働いてはったんですか。いや、そうなんですよ、まあ、奈良時代の家の近くにね、うん、はい。あ、さっきの方北海道ですけど本当に来てくれるんですかって言われてますけど、北海道のローソンはきついでしょ。マジですか。キムキム今、今度鶴見店行くんで10万軍資金くれますかとか言われてますけどね。それ危ないですよ、私あかんでしょ。あ、俺は木村が毎週出てほしいと、木村が好きですからって言われてますけどね。あ、ほんまですか。いや、なんかなんか今日はあれですね、デレコメント結構来てますね今日ね。その裏は何なんでしょうね、はい。私は池田が一番好きです、次にムック店長、その次ぐらいに木村って言われてますけどね。はい、なぜ言った。なぜ言った。3番目に来ましたねこれね、はい、ペヤングも下水かなってね。ありがたいですよね、なるほど、夜遊びに行かないから芸の肥やしがなくて芸人辞めたんですとか言われてますけども、別に夜遊ぶから芸人ってわけじゃないとは思いますけどね。この辺はね、別に僕芸人時代下ネタばっかり喋ってたわけじゃないですからね。でもまあ引き出し、まあいろいろとね、まあその辺はありますからね。そうですね、まあ、まあそういう話も面白いっちゃ面白いですからね。ですからね、はい。ね、萌えちゃん見てるって言われてますけどね、おそらくは見てるかと思いますけどね。てってさんはどこ行ったら会えますかってことで、これ奈良店でね、はい、行かれれば、奈良店の主任として今頑張っておられますからね、はい。奈良店の、8時より前、7時半とかやったら、はい、向かいのサンマルクに行ったら会えますね。で、まあ、抜けの時間のそうですね、はい、夕方の4時か5時ぐらいやったら隣の王将に行けば会えます、はい。あ、そうなんですね、もう完全に行動把握されてますねこれね、はい。ほんで夜になったら、はい、あ、危ないですね、ちょっとこれ以上言えない。危ない、あ、ちょっとそこら辺はちょっと踏み込めな い, という夜になったらそうですね、谷水とどっかに行ってるわけですよね。もう谷水さん向こうおらへんから。萌えちゃんって天然なのにそういう浮気とかには厳しいんですかって言われてますけど、いや厳しいですよ。あ、それはでも奥様ですからね。はい、浮気したら何どうするって聞いたらもう必ず答えますもん、殺す。お、殺す発言来たか。はい、殺されます。すげえな。殺されます。要は木村家は病気なんですねって、オカルト君がそもそもでしょって言われてね、谷水だけど木村も大概やでって言われたからね。ブックロックの前ですか後ですか。半年から1年副店長やってくれたら店長昇格を約束するって方もあれですね。先ほどのあれですね、ローソンの方ですねこれね、間違いなく生放送でヘッドハンティングする。
めっちゃグラついてるからね、この人何気に。名前ヘッドハンティング。これまさかね、片やね、なんでですか、あの会社説明会というね、なのこう、まあ、募集番組をやってる中でこうやってヘッドハンティングしてくる、はい、なかなかの勇気でございますけどもね。いや、恐ろしいですね。いや、もう絶対にね、僕は生この生放送中には決めたという言葉は言わないと思ってますけど、ね、あのいくらこう条件が来たとしても、決めたとは言わない、はい、ということですね。絶対に言わない、絶対に言わないです、はい。木村、東北以北は雪道でもママチャリ乗ってるぞってコメント来てますけど。あ、そうですか。いや、でも危ないですか、それ。いや、雪は危ないでしょう。雪とかメインの交通手段は何になるんですかね。どうなんでしょう、まあ、車でやっぱり、あとチェーンがやっぱり必須という話は聞いたことはありますけどもね。 あとはまあいわゆる冬用タイヤ、やっぱり関西の人間ってあんまり冬用タイヤの重要性って分かってないんですけど、そうですね、やっぱり向こうの方行くとやっぱり言われますよね。なかったら死ぬぞっていうことは絶対言われますけどもね、はい。キムキムは助走しないんですかと、ね、ウエスコはボンミちゃんみたいにってことでね、あのエリアマネージャーのウエスカやボンドのエリアマネージャーですね、はい、あの北節の、この前助走してましたけれどもね。いやでも僕ね、結構助走したらガチになるんでね。あ、ガチでやらないと気進まないタイプですか。ガチでやらないと気進まない。そしたらね、多分ね、面白いトークとかできなくなる。身も心も女子になる。女子にならないとダメだ、はい。あ、なるほどなるほど、そういうことなんですね。はい。いや、そうなんですよ。うん、木村ってテッテのストーカーなんですか、ホモなんですかとか言われてますけどね。私はキムヒムが一番好きです。過去1万円コメントとか言われてますけどね。あ、僕は渡さないといけないですね。うん、でもそのコメントいらないです。あ、カッコ1万円コメントはいらないって感じですかね。対価がでかすぎる。これ一コメで1万とかやったらエリア儲けになるやろな、これな。木村って自分のどこが面白いと思って芸人になろうと思ったんですかって言ってますけど、どういう質問してるの。どういう質問してるんやそれ。木村って吉本系だったんですか、松竹系ですかっていうコメント来てますけど、いやでも自分で思うには吉本系やったんじゃないですかね、はい、今思うと。あ、そうですか。もう漫才しかしなかったんで。あ、ずっと、はい、いやちょうどあの M1 が全盛期やった頃なんですよ。はいはい、はい、M1 の出たてだです。出来たてですか。そうですそうですそうです。はい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 、はい、なんであの漫才がねやりたいなっていう。なるほど、あれを見て、はい、はい、お、レバーに切られる。これはピヨっている、これピヨっている、はい。お、あ、これ来たでしょ、正気。リール見えへんもん、もうやってほら。見えへん見えへん、ほんまに。これどうしたらいいの。木村北海道行くやったら運転免許引いてたぞってね、はあ、ドラムちゃんもいなくなり、向こうもいなくなり、そして池田だけが残ったって言われますけどね。でもさ、木村奈良のあの辺りって大人の店の夜の店少なくないって言われてますけど。少ないですよね。あんまり多くはないですよね、はい、よく気づきましたね。だから奈良にはいないです。あさあ2連、お、プッシュがどうだ。あ、震えてる震えてる。おー、来た、ブルブル来た、極め。こっから、これで当選じゃないんですかね。これ当選でしょ、これは。はい、勝利ですね。はい、これは AT 当選になるのかな。切ったね、デメ。完全勝利、バーン出てきましたね。え、何を狙ったんや、赤7。いや、これ AT が普通に始まるんじゃないかな。多分、ずるっと滑ってくると思いますよ。そうですね、はい、7揃いということで、これで AT 当選か。はい、あ、なるほど。さあ、何ゲームですかというコメント来てますけれども、これ、ね、今で何ゲームでしたか。いや、当選ゲーム数ですね、はい、ちょっと待ってくださいね、見てなかったですね。510、なんか300ちょいですかね、300ゲームショットですかね、はい、はい、といったところで当選という形、先ほどの全長ゾーンからの当選という形になるんですかね。そうですね、はい、うちのローソン愛知やからそんなに遠くないでって言われてますけどね、はい。でももう今この放送ローソンのオーナーさん2人いるんですね。まず、はい、木村に質問なんですけど、芸人時代のネタが見たいんですけども、もし相方以外ならピンのネタでもいいんですけどって言われてます。いや、ピンのネタ持ってないんですよ。あ、そうなんですか。全て漫才やったというところですか。全て漫才。あ、なるほど。だからもしもうちの店におるやつがいいですよって言ったら、もしかしたら見れるかもしれないですね。なるほど、はい、はい、ということで今回これ枚数管理なんですね。そうですね、はい、今最初150枚出てきて10枚という形になってますけどもね。ますます化け物語ですね。そうですね、差枚数管理でいうとやっぱり化け物語ライクな感じはするのかな。ちなみにこれ調べたところですね、まあ、いわゆる50枚あたりの回転数っていうのはおよそ45ゲームぐらいという話だったんですけども。結構回るな。どうでした、やっぱり通常時もそこそこは子役揃う感じでしたかね。そうですね、リプレイ
フラグが、まあ、さっきの、 あのチャンスリプレイもそうですけど、はいはいはい、多いような気がしますね。そうですよね、リプレイフラグがすごい多いんで、どちらかというとそっちの方でのコイン持ちがいいのかなというイメージはありますけれども ね、 そうですね、はい、私はリアルに木村が大好きですって方もいらっしゃいますね、これね。 ありがとうございます。てってさんにチョコクロおごってもらえるかななんて言ったら、おごってもらえますかって言われてますけど、あ、おごってくれますよ俺知らんぞ、はい今来ました皆さん、おわんです、ありがとうございます、キムキム、佐藤さんのかっこいい姿が見たいんで剣道配信してほしいっていうコメント来ますけどね。ああ、あいつでもかっこいいですかあ、それはちょっとキムさんにとっては疑問なんですかね、はい、もしかしたらまた皆さん見れるかもしれませんけど、はい、あいつ全裸で体中に葉っぱ巻きつけてましたからねあかんかなそれ、はいプルプルしますか、ね、メインリールにエンドを狙い、はい、要するに上のリールですね、はい、あの光ってるところ、はい、そのエンドが、あ、残念揃わないですね、はい、あ、なるほどな、何度当たったのかチーとかね、この台ホールに何台ありますかって言われてますけども、鶴見店さんこれ、龍河如くはバラエティに1台ですね、はい、はい、ございます、キムキムは彼氏いますか、おおってね、結構まあね、朝日だったら天井800になるんですかということで、そういう情報が出てるみたいですね今のところね、朝一というか、そうですね、変更後というところですかね、はい、正確に言うと、ちなみに店長兼オーナーの自分は23歳です。お若いですね。お若い。でもこの方の片腕となって働いてほしいということですが、今のところ、あの木村主任的には保留と。そうですね、あの極めて揺らいでますけれどはっきり言いましたけれどもね、はいはい、もうなしの話にはなってほしくないんで、揺らいでるというところ、揺らいでるということでございますけれども、はい、うん、そうですね、今のところはやっぱりまだちょっとアンダースリーで頑張らせていただきたいなと思いますね。そういうことでございますね、はいはい、まあ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 機会があればというところでございますんで、はい、はい、相方は今何してるか分かるんですかってコメントしますけど、あのガンガン車売ってるって言ってましたねディーラーさんが何かですか、はい、もうめちゃくちゃ成功してますね。あー、はい、なるほどなるほど、恐ろしいやつです。ちなみにあれですか、売り込みは来ましたか車の。あ、来なかったですね、なぜなら僕免許持ってないからそうか、はい、それ知ってるから来ないのか、はい、来ないです、来ないです。なるほどなるほど、てってはキムキムの彼氏なんですね。ベルは最大11枚ですかというコメントに、枚数管理でこれどうですか。そうですね、一応でも11枚だけかな。なるほど、ベルは全て揃った時点で10、あ、そうか、これ下ギジリールですもんね、言うてね。そうですね、はい、ね、目押し減ったとか言われてますけど、目押しで揃うもんではございませんのでね、今のはね、フラグ叩いて揃いません、柔道配信しようぜということで。ちなみにこの前、あの剣道 の、 あの全日本でしたっけね、全日本の大会行われてまして、私ちょっとテレビ見てたんですよ、はい、あのテレビに出る人らの実力も5段とか6段なんですね、はい、ということはもう全日本に限りなく近いレベルなんじゃないかなって、私あの佐藤さん思うんですけど、どうなんでしょうね。いや、もう全日本に近いというか、あいつ全日本ですからね、言うてね、なんか代表かなんかでいろいろ出てたんでしょ、確かこっちの方で。大阪って書いてますもんね。ですもんね、確か大阪代表でなんか出てたみたいですもんね、はいはい、何やってるんだこいつは首になっても安心しといてって言われてますけどね、キムキムはホールに何台ありますかって言われてますけどね、キムキムは唯一無二一つですね唯一無二ね、一人でございますんでね、はいはい、ただ同性のスタッフはいますけどねじゃあ2人がおるんか、あ、ちょっとややこしいこと、ちょっとその辺は木村さんっていう表現やるとちょっとややこしくなるかもしれませんね。そうなるとちょっとややこしいです、ね、はい、木村主任と言っていただけると OK なんですかね、はい、この辺は、ね、今のところ1人です、今のところそれは、はい、クビになっても安心しといてって言われてますけど ね、 やったね、免許持ってない男って、ね、まあ、やったねってそれ生き生きとして言わない、でてってさんにキムキムにつけといてって言えば黒ごまチョコクロおごってもらえるんですねって言われてますけど、あ、いきますよキムキムにつけといてっていう、あ、それはでもダメですあ、それはダメなんですね、それはダメです、はい、あとか言ってるんで終わりましたね今、はい、あっという間にかけてきました、ね、160枚、車を売るのを成功してる相方、片や萌ちゃんに浮気で包丁刺されかけてる木村って言われてますけど、いや、あの包丁で刺されるとは言ってない言ってないですからね、はい、ただあの殺すって言われてるだけです、はい、なんかしたらもうすぐに飛んでくるぞということですけどね、はいはい、もう死因は何か分かりませんけど、とりあえず命は絶たれるんやろなというところで、木村は JP とテッテとどっちとキスしたいですかってこう言ってますけど、どっちも嫌ですよね、なんでそっちの方面に持っていこうとするんですかね、これね、はい、どっちも嫌ですけど、どちらかというとあの谷水が一番嫌です一番赤の底なんや、はい、あいつはちょっとあのネタで済まなそうですから、ね、はい、
龍が如くって何なんですかって、これもともとゲームですよ ね。確かセガさんかどっかが出してたゲームだったと思いますけどもね、はい、あの結構シリーズ出ております。最初セガサタンで出たっけな、プレイステーションではどちらか忘れましたけどね。そうですね、今プレイステーション4とかでもいろいろ出てるみたいですけどもね、3枚で11枚ですぐ終わるなということでね、結構純増枚数がこれ 2.8 から3という話をお聞きしてましたんで、結構減るの早いですけどもね、なんだかんだ言いながら減るというか、あのあっという間にあの駆け抜けちゃいましたけどね。そうですね、増大はしないんですかって言われてますが、今のところは予定ないということですからね。龍が如くについては ね、なんでそんな人が鶴見にいるんだろうねって言われてね、決勝戦2人とも警察官やったで、ね、JP さんということ。そうでしたね、警察の方がお二方、今回あの去年の優勝の方とか有力視された人があのベスト16かなんかでもうすぐ負けちゃったんですよね。はい、ちょっとあの結構注目して見てました、あれ何気に私。キムキムビンゴプレミアム導入した暁にはアミマ佐藤に、ビンコちゃん助走させといてねって言われてますけど、あーいいですねこれビンコちゃんのコスプレとかめっちゃあれですよ、いただきますめっちゃ難しいと思いますけどもね。いや、あのあれ色は青でいいんかな、青じゃないですか、青って言うんかな、どうなんだろう、黄色になったんかな、あ今回プレミアムですか、そうそうそう、どうなんやろう、ビンコちゃん衣装変わってなんかな、青でいいんやったら作っときますわ作っとく、はい、出たよ出たよ、キムさんの作っとく、あれですね、ほんで頭は素でいいんですよね、はい、頭頂部は素でまだ胴体だけまだ作ったらいいんですよね。なるほど、あの下だけ作って上は放置プレイですね、わ、はい、かります、はい、6択失敗かってことで、最後デンジャーになる といわゆる、ベルの選択かで失敗で確か転落という形になるみたいですね。完全にバイオですね、はい、あの一つだけいいって、ね、木村この台おもろいって言われてますけどね、はい、はい、それはあれですか、はい、それは何ですか、僕の心に問いたい、お心に問いたいのか、まあ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 、まあ、その辺は、ね、キコーナの木村に聞いてるんですよ、僕は面白いとしか言いませんがなるほど、はい、じゃあキコーナの木村さんに言いましょう、最高ですね、はい、なるほど、はい、木村マイマイとソラリンゴどちらとキスしたいですかって言われますけどね、そういえば最近イケメンゴルフの活動はどうなってるんですかって言われてますけど、やっぱガンガンやってますよ、まあね、あの多店舗でございますけれども活動はちゃんとしておられるというところでございますんでね、はい、もう野菜とか売ったりいろいろしてるんですけど、はい、あ野菜、はい、あそうか、あのいろいろとね、あのいわゆる何ですか、産直のなんかこうお野菜とかなのでいろいろとやったりとされてるみたいですけどね。いや僕ね結構ねこの放送でね、いや女性陣に嫌われてるんかなと思ってたんですけど、はいはいはい、あの実際やってみたら結構僕人気者です、皆さんすいませんが、あおんじゃあ木村さんこっちに向かってもうこれ言ってください、はい、カメラに向かってほら、あの現場のおじいちゃん おばあちゃんとかですね、すごいおばあちゃんの方が、はい、には結構人気者でした、なるほど、あなるほど、モテモテやったということですね、はい、これね、だから、はい、あの多分この放送のイメージが悪いんでしょうねだからなんかエンデックの責任みたいになってますやんこれ、いや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 、もういや100とは言いませんけど100とは言いませんけど77割はあるんじゃないかなと思いますね、はいはいはい、あそうですか、はい、あなるほど、大丈夫、女性は隠すの上手なのでって言われてますけどもね、あいや、うん、でもあの人たちは嘘ついた名をしてなかった、あなるほど、はいはい、人気者って噛むなって言われてますけどもね萌えちゃん浮気が始まりますよとか言われてますけどね、うんリアルで言うと話は上手だけど面白くはないよねって言われてますけどね、はい、そんなこと言ったら帰ったら地獄やないかって言われてますけど、ね、やめろやめろ、はい、話は上手やけど面白くやめろなんてこと、萌えちゃんこの人調子いいのって浮気しますよってねこう言ってますけどね、谷水キスするのラップとかいらないですよとか言われてますけどね、谷水さんそういう人やったんかまた聞いとこう、いやあいつも もう底辺ですよ何を言うとんや、男性の底辺ですあいつは、ビンコであビンコって初音ミクみたいだよねってことで、髪の毛そんな感じですけどもね、あそうですね、キムキムハッピーバースデーって言われてますけど、えどういうことですか、どういうことやろこれは全然違います、全然誕生日違いますけどもね、びっくりしましたけど、はい、今、うん、キムラの髪型を再現させておいて上から撮影でお願いしますって言われてますけどもね、あの上から撮影しちゃうとこういう形になってしまいますんでね、はいはい、ちゃんと今日はバッチリ決めておりますんで、もうジェルでもビッチリ固めますからね、はいはい、こっち見んなって言われてますよね、木村の心に問いたい、キムコキコーナーじゃなくて個人の木村に問いたいっていうコメント来てますけどね、はい、何ですか、個人の木村さんにこの台の感想を問いたいというコメント来てますんで、最後のそれはあれにしますか、
まあやっぱり打ち切らないとねこの辺分かんないですからね。そうですね、はい、それか僕まだやったことないツイッターにつぶやくからまだやったことないツイッター、あ、分かりました。僕が誰なら僕 の、 あのアカウントの方で木村さんの心の声をつぶやくのもありかなと思いますけど ね、 そうですね。あくまでもエンデックが代理としてね、はい、まあ5文字あれば今のところ十分ですけどね全然ツイッター炎上するぞとか言われてますけどね寝言は寝てから言えって言われますねそしてリアルで言うとイケメンではないよねって言われてますけれども、ね、あの何ですかちょいちょいさっきのと一緒じゃないですか。あ、まあ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 、まあはい、多分おそらくはそうなんでしょうけど、ね、なんか僕のウィークポイントをしっかり言ってる僕の心のウィークポイントを思いっきり疲れてますけれどもね、はいはい、でもキムキムはいじられたり罰ゲームで苦しんでる姿が売りじゃないんですかって言われてますよ。はい、まあ売りじゃないですけどね、はい、それは売りじゃないんや、売りではない。水谷さんはとても親切な接客でした。木村さんはどうですかって言われてますけどね。いやでもあの接客教えたの僕ですからね、谷水さん。あ、そうか、はい、それで言ったらそうやもんね。だって元上司というか、はい、ね、上で一緒に働いてなおかつ指導する立場であったと、はい、もう谷水が今やれることの9割9分は木村さんですからはい、あ、なるほどなるほど。やつが僕を超えることはないですから。はい、なるほどね。はい、あ、もうあ、なるほど、兄より優れた弟存在しない理論ですね、はい、あ、なるほどなるほど。でそれで僕の接客が悪いって言うんやったら、はい、あの僕に教えたのはテッテですからお、思い切りは責任逃れのあのセリフが聞こえたんですが、僕はテッテに教わったことを今まで忠実にやり続けてます。忠実に教えてもらったことをやり続けてきた、はい、ということですよね。もうこの口の悪さも全てテッテ譲りですから、はい、あ、そうなのね。テッテが裏で言うてるようなことしか僕言うてませんから。あ、なるほどなるほどなるほど、わかりましたわかりました。あ、なるほど、あの要するに、谷水さんの接客がいいよっていうのはもう、はい、これはもう木村さんの功績であって、もう僕が頑張りました。なるほど、最高傑作です、はい、で なおかつ木村さんがこういろいろとまあディスられたりとか、はい、あのまあ、口が悪いだうんぬんかんの言われることに関しては全て責任は徹底さんにあると。それはもう完全に、あ、なるほどなるほど、そういうことだったんですね、はい、なるほどなるほどね、やっぱ木村ってゲスになって言われますよねよし、今度谷水に聞いてみようってね、てってにも聞いとくわって言われてますけどもね、ガルパンのコス予定はないんですかって言われてますよね。コスチュームは以前はあのストライク1でやりましたけどもね、はい、リアルで言うと木村ってスロー打ってる時目が濁ってるけど罰ゲームの時は生き生きしてるよねって言われてますけど、どういうことやねこれは。キムキム、今週の大君中村店長情報は何かありますか。大君中村店長情報、いやでもね、シフトがね被らないんですよね、ちょうど。ああ、はいはいはい、ですし、あの警戒心がすごいから、もうそういうの絶対出ない。警戒心が白いのか、もうそういうの絶対出さないですからそのなるほどね、はい。あ、キムキムの罰ゲームは燃えますって方もいらっしゃいますけどね。燃えられる意味が分かんないですけど、燃えられる意味が僕には全く分からないけど、この前木村をテッテとセットで京橋で目撃したんですけど、そこのところどうなんですかって言われてますけど。あ、それはね大丈夫です。それ大丈夫、それ多分あの人間違いです。あ、間違い、はい、あ、京橋、はい、はい、テッテ京楽、あの京橋じゃないですもん。あ、京橋、それは京橋じゃないんですね。はい、違います。あ、なるほどなるほど、はい、もっとあの北の方じゃないですか。なるほど、はい、タニミズと行く方ですよね。あ、はい、らしいですよ皆さん。もっと北の方ですよ。はい、これ皆さんまた土曜日ね、奈良の放送ございますので、はい、そちらの方でまた聞いていただければと思いますけどね。はい、あのこれだけ覚えておいてください。京橋より北の方です。はい、京橋より北ね。キーワードは京橋より北。はい。はい、木村さんの接客はほんまに丁寧やった。嫁もとても反省してましたっていうコメント言ってますけどね。あの誰でしょうね。奥様と一緒に来られた方でしょうね、これね。いやでもね、あのやっぱ中二になったらデスクワークとかもあるわけですよ。まあまあまあ、それはね。ほんでね、やっぱあのたまにしか降りてこへんのにホールでなんかだるい動きとかしてたら嫌でしょ、バイトの人も。あ、まあまあそれはね、さすがに上の人間はその辺パリッとしとかないとというのもあるでしょうからね、はい、だからもしも僕がホールで動き悪いなと思ってましたら、あのそれ僕の全力ですので、それも申し訳ないですけどあのね、いろいろと他でもお仕事ございますんでね、まあまあそれもありますけども、ホールでも全力いつも出してると、はい、もうホールも 100% 出してますんで僕は毎日、はい、キム、あのコーヒーレディーとはどうなったのバレなかったっていう
コメント来てますけど、あのやめてもらっていいか。あれあれ、ね、何か根も葉もない、根も、あ、これは根も葉もない噂ということでよろしいですかね。はい、てっては傷側だよって言われてますけどね、これはあのお住まいの方じゃないですかね、これは、ね、あ、そうです、そうです、あのあれですよ、てってそのためなら大阪出てきますから。あ、そうなんですか、はい、あ、それはもうあれですかね、 足をちゃんとあの、はい、ちゃんと出てくると、はい、てって車持ってますから、あ、ちゃんと出てこれるんですね、はい、そのためなら、あの大阪、ちょっとそのためって何のためかちょっと僕にはちょっとあれですけれども、そのためには大阪に出てきますから、はい、あれ、木村がコーヒーリーのおしーさってのは目撃したんだけどっていう謎の目撃情報ありますけど、絶対違いますね、絶対違います。僕、萌えちゃんと結婚してから警戒心強くなったのが、女性全般に僕はあのドライな感じになってますからね。ああ、そうなんですか。ドライな感じで接してますから。接してる。はい、今ちょっと噛んだけどね、はい、今ね。はい、あれ、めぐみちゃんじゃなかったっけとか言われてますけどね。はい、ああ俺はね、さっきの大遊興のファン缶はね、500円のカレーとクリアファイルしか当たったことがないって方いらっしゃいますけども。はい、まあ、これはもうぜひね、たくさんの当たりくじございますから、鶴見店来ていただければと思いますんでね。そうですね。うん、ね、噛んだのが怪しいよなとか言われてますけどね。木村コーヒーデリじゃないよ、受付だよとか言われてますけどね、うん、てっては飲酒運転かとか言われてます。別にあの飲酒してるわけではございませんのでね、はい、はい、俺当たったことはあるのヤクルトだけって方いらっしゃいますね。パージェロって言われてますね。折りたたみ自転車ないんかとね、テレビとかやろって言われてますけどね、はい、木村にくじちょうだいって言ったら、くれるんですかって言われてますけど、いや、当日はそれはもう渡します、渡します、当日はね、はい、ただあの時間はありますんでね、はい、あの15時と19時でしたっけ、はい、いや、でもわけわからあの時に来てクイズちょうだいって言われても、それはそんなそれはね、朝一とかちょっとね厳しいかと思いますけどもね、はい、でも仲良さそうだったけどね、木村って掃除の清掃員と仲良くしてるんだろうって言われてますけどね。ああ、いやでも仲悪くはないでしょ。そうですよね、あの非常にあの明るく接していただける方はね多いですからね、はい、いや、噛む時点でアウトやろって言われてますけどね。いや、噛むのは、はい、あの僕のあれです、アイデンティティそれアイデンティティやったよ、もう通常でも噛みますから、それは僕はもう僕嫌になるぐらい噛みますから、しょうがないうん、あれ、ひさこじゃなかったっけ、あ、ひさこはまっちゃん主任のおかんだったって、それ間違いないね、まっちゃん主任ね、またひさこネタ久々に聞きましたけどね、これね、おととい連れてってた店で、嫁、上くぞいてたじゃないですか、木村主任って言われてますけどね、どこの店やねん、これ、お店に同伴してるって本当ですかとかね、マリコが奈良でコーヒーレディデビューする方ですって言われてますけど、あのそれはもうめっちゃ嫌ですね。めっちゃ嫌ですし、はい、あのてってによろしくどうぞって言わなあかんのか、うちの母をみたいな、おかんですが、すいません、よろしくどうぞって言わなあかん、ファン缶の当選しなかった景品はスタッフがもらうんですかってことで、これ当選全部出るんですよね。出ますよ、それは、はい、全て、お客さんのくじの中にこれ当選入ってるという形になりますからね、はい、出尽くしますから、はい、あのコーヒーレディはキムに惚れてたよねって言われてますけどもね、誰だ誰だ誰なんだ、散々ぶっ込まれてますけど、萌えちゃんこんなに動揺する旦那さんをどう思いますかってね、うん、はい、木村そろそろ白状しようぜとか言われてますけど、やめましょうやめましょう、ほんまにそろそろほんまにそろそろ僕は足の剣とか切られる、絶対足の剣、今日帰ったら絶対足の剣とか切られる、あれですか、もう完全にロックされて、いや、もうとりあえずあの疑惑やから疑惑のレベルでいかれますね疑惑の時点でもうすでにあれなんですね、はい、もう疑惑の時点でダメですね、はい、萌えちゃん離婚をおすすめするぞってね、で、てってが奈良の熟女コーヒーレディを口説いてたっていうコメント来てるんですけど、あ、てってでも年上好きですからね、あ、そうなんですか、好きですよ、年上、あ、はい、上好きなんですね、はい、なるほどなるほど、はい、ね、龍が如くって足して20の人の話だの、ああ話だけど出していいんだろうかって、これまあ通ってますから、まあもうすでに出てますからね、はい、マロン西村さんこんばんはって誰やこれ11月11日11時11分に背番号11キングカズの契約更新をおめでとうってことで、そうなんですよ、横山 FC のね、あのキングカズことカズさん、はい、あれ11時11分に契約更改したらしいですね、すげえなよっぽどあれらしいですよ、11にこだわりある方らしくて、はい、例えば駐車場で、まあ、11が止められてたら仕方ないけど、はい、11っていう番号が開いてたらどんなに狭くても止めるらしいですね、ものすごいこだわりあるらしいです、じゃあ契約の書類とかもわー書いてもう10分とかになったらめっちゃ急いでたんですか間違いないでしょうね、うわー書いて最後の1分もう多分あのむしろやっぱりハンコつくのを待ってたんだと思いますよ、その分数までね、あ、はい、
あ、じゃあ書き終えてたのは10分なんですね、多分。多分そんぐらいだと思う。どうなんでしょう。もうちょっと余裕あったかもしれないですけどもね。はい、それはいいんですかね。書き終えたのがまあ11分。そうそうそう、はい、いやでも本当にまたもう今年で49歳ですからあの方もね。そうですよね。まだ J2 っていう舞台で、まあ、ゴン中山もね復帰はしましたけど、まあ、今 JFL 行ってますけどもね、はい、はい、木村の悪事がどんどんさらされていく放送はここですかとか言われてますけどもね、別に悪事をしてるわけではございませんよね、木村はね。僕よりあのテテと谷水のね話が多いです、ね、ゲスさで言うと、はい、はい、なるほど、なるほど、テテは年上好きって木村は違うってことはナムと言われてますけどね、そのコーヒーレディがマリコって人だよって言われてますけどね、キムキムスカイプ放送はしないんですかと、奈良はスカイプ放送結構やってるからって言われてますけどね。あ、そうなんですか。なんかスカイプでいろいろと一人限定でなんかかけてきてくれはる方と話をするってのやってたみたいですけども、ね、いや、いいですね。いやでも僕結構おしゃべりなんで、はい、もしかしたら圧倒するかもしれません。なるほど、相手をむしろかけてきた相手を圧倒する勢いかもしれない。すみません、あの電話なんで、はい、このキャッチボールですけど、僕球投げ続けるんですから、うん、はい、向こうが喋る暇与えない。もしかしたらもうこの世で一番面白くない時間になるかもしれないから皆さんにとって。たださんにキムさんの一方的な喋りを聞くだけみたいな感じですかね。ニコ生と変わらんみたいな感じになりますから。あ、テッテは年上で気の強い女性が好きって言ってたって。あ、そうです、そうです、そう言ってあったんですね、はい、木村って下着泥棒したって聞いたんですが本当ですかって言われてますけど、それはしてないですよ。むしろあの捨てられかけたっていうのは本音ですよね、これはね。そうですね、はい、はい、今来ました JP さん、木村さん、こんばんは、ありがとうございます。木村の家で萌ちゃんに帰宅、家宅捜索されたっていうのは本当ですかって言われてますけど、家宅捜索ってどういうことなんだ。書類は前日まで用意してるに決まってるでしょ、まあ、間違いなくそうなるとハンコつくだけになってると思いますけどね、はい、コメントは JP さんが読まなくても萌ちゃんは見てるやんでってね、コメントですね。ゲストはコマコマがダントツでしょう。龍河ことを初めて見たと、ベオネッタと同じ筐体なんだっていうコメント来てますけども、そうですよ、全く同じなんですよねこれね、はい、はい、うん、木村スカイプするかっていうねコメント来てますけどね。キムキムとハオ様の会談聞きたいですねってねコメント来てますけどね。この方あの他の放送でも非常に有名な方ですけどね、はい、僕より先輩ですからね、恐ろしいですよ。でも木村とスカイプって面白いかもと、みんなで木村をディスるスカイプって面白そうとか言われてます。声にされたら耐えれませんから。言っときますけど、その声をね、はい、はい、いやでも土曜日の寝屋川南の放送で副主任さんに対するあの叱咤激励のあのスカイプはすごかったですけどね。なんすか、なかなかにガチな感じのあの、はい、説教スカイプが、はい、ありましたんでね。怖い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 。はい、ハート弱すぎるやろとか言われてますけどね、はい、そのスカイプで勧誘説得はありますかって。ローソンの方ですね。間違いなくこれローソンの方ですねこれね。あのね、待ってるんですよ、ちょいちょい。タイミングがね。もうあからさまにこれもう勧誘する気満々ですよね、本当にね。今のまあよ、ほんで。もう、この方多分ね、いついかなる時もこの水曜日の放送で木村さん狙ってますよ。間違いないよね。よっぽど人材として敵にやと思ってるんやと思いますよ。いや、どんなローソンなんでしょうね。行ってみたい。ちょっと一遍ちょっと訪問してみて。どんなもんなんのかっていうところは、僕が会うローソンってなんなんや。愛知県のローソンらしいんでね、ちょっと一度なんかこ う, う、ね、あれですね、ちょっと、はい、あの訪ねて放送してみたいとかだと思いますけどね、これ ね, ね、木村財閥って言われてますけどね。端的に聞きますけど、萌ちゃんのどの部位が好きですか。部位、部位、部位か、どこの部分が好きですかという話聞きますけどもね。いやでも部位で言ったら、うん、あれなんかもしれないですね。脳みそなんかもしれないですね。脳みそ、脳みそなんかもしれない。ああ、もう考えてること全てが面白い。いやもうそうですね、やっぱ ああいう思考回路に僕やられてますんで。萌ちゃんの萌ちゃんの思考回路にやられてなかなか新鮮かと思いますけどもね。あの顔とかスタイルとか、まあ、まあそういうのも別に嫌いじゃないですけれども、無論むしろ無論ね、はい、ちゃんと範疇に入ってるということでございますけど、はい、一番好きなのはあいつのぶっ飛んだ思考回路ですから、惚れ込んでます。なるほど、はい、本当に一応なんか喋って話してみたい部分はありますけどもね、まあ、会話になればね、うん、
あね、あのどの部位が好きでしたって聞いてね、あのロースやなとかハラミやなとかコメント来てますけどもね、別にあの牛ではございませんのでね、はいはい木村のガチ説教スカイプ面白いかもってコメント来てますけどね、今木村萌さんの家で放送を見てますってコメント来てますけどね、どういうことやこれは。それはあの木村翔太郎の家間違いなくねこれね、はい木村は一回説教を受けたらもっと良くなると思うけどっていうコメント来てます。良くなるの定義良くなるよくなるって。これは皆さんはあれですか、今のまんまで納得いってないってことなのかな、どうなんだろう。もう木村聞こないやめてローソン行けよ、萌えちゃんも認めてくれるよとか言われてますけどね木村ローソン勧誘配信わざわざしかも企業名をここへ出してくるあたりがなかなか ね堂々としてますよねこれね。いやちょっとあれしましょうか、はい、有給取ってちょっと覗いてみましょうか行きますか2人で有給取って。そうですね、そうだから僕運転しますよ、はい、なんだ24時間でしょ、はい、やりますか、やりますか一回僕もあの体験みたいなのしてあるんかやってみて。おちょっとこれはなんか新企画立ち上げますかいや私はもう一向に構いませんけども ねあの運転しますし、はい、なんだ車載放送でもやりますか、2人でべしゃりながらこう愛知まで行って、あ行き帰りも含めてやるみたいな。あれですか、ほんでゴールはローソンでいいんですか。ゴールローソンまあまあいいんでしょうけどニーズがあるのかなって思って。まあまあそこ、はい、ニーズまず重要ですよね、その辺についてはね、はい、ねローソンには渡せないのでミニストップも賛成していいですかって方いらっしゃいますけど、うん、なんでコンビニ内で、そうまさかの例えばね他法人様というかまあいろいろあるじゃないですか、はい、そっからの勧誘ならともかく、はい、間違いなく全く関係のない業者のローソンミニストップから勧誘が来るっていう、ね、これどう思いますか、はい、木村さん。まさかコンビニ業界で木村の取り合いが始まるとまさかの人材をこう引き抜いていく配信になりますけどね、毒されて、じゃあファミリーマートも参戦やっぱりええとか言われてますけどね、毒されてるなってね、俺は木村裕次郎の家でマリコと見てますよってコメント来てますけど複雑やなだいぶ複雑ですねこれね、うん、木村ローソンで働いてみるってやろうやってね、軽くコンビニ舐めて発言してるやろって言われてますけど、でも実際コンビニでかつて働いてましたからね、はい、経験者ですから、はい、経験者ですから、コンビニの水も甘いも一応ね知り尽くしてますよ。そうそうそう、内部についてはもう全てね知り尽くしてる感じですからね、はい、キムキム次はローソンからニコ生やるんですかってね、ローソンで始まってローソンで終わる配信ってね、それやったら絶対気候なチャンネルじゃダメですじゃあエンデックのお代わりのうちの放送を使いますか久々にそのローソンで唐揚げくん買って終わりみたいな配信してなって言われてますけどね、はい、コンビニいらっしゃいませこんにちはやろうやって言われてますけどね、うん、ファミリーマートはいかんのかって言われてますけどもね、いやもう需要がね、まあ、キコちゃんの皆様からあるのかどうかもまだお聞きしたいところでございますけどもね、はい、まあ、なぜならキコなんて全く関係ないですからね、全く関係ないですからね、はい、これ休みの日に何かするっていう話の話ですからね、バロン家を買う配信しようぜって言われてますけど芸能人じゃないですから、軽々しく決めれないですから、ありますよね、なんかどこでしたっけ、日テレ系かなんかでやってるやつね、はい、ありますね、キムラ、キコの伏せ店みたいにファミマ自販機ある店舗が あるんでしょってことで、もちろんこれ鶴見店さんありますよね、はい、ファミマ自販機置いてます、はい、うん、まず配信の OK 出えへんやろコンビニ配信、間違いないねこれねその放送はローションチャンネルになりますね、はい、ローションじゃないな、はい、気候の配信で木村のローソン配信って新しくないとか言われてますけどまず許可が出ないと思います、はい、そうですね、十中十出ないと思います、はい、はい、いやいやデイリー山崎は木村を1位指名するぞって言われてますけど、おドラフトが始まったぞドラフトがまさかの1位指名であれですかね、これくじ引いてひょっとしたらどっかの監督が間違えてこうバッて出してね、はい、途中で入れ替わるのあるかもしれません、ね、誰が欲しがるんですか、アンダープリー出身26歳をおね、7対撃破で出てますけどどうかな、あと残り2体なんで、はい、あるかもしれない、残り5ゲームで、あでも赤プッシュいきます、せーのドン、おコンボチャンスということはこれも確定じゃないですか、停止ボタン押せ、押せ、どっからでもいいんかな、さあ行こう、はい、おおすげえ、わあずるって滑るねこれ、あそういうことか、すげえただ1コンボで1体撃破になってるけど、どうだ、
勝ったね。ああ、勝ちましたね。はい、殲滅達成という形でございます。あれ1回で終わったの、僕の引きが弱かったからかな。いや多分残りが少なかったからある形になるんじゃないですか、うん、はい、はい、というわけでビッグボーナスですね、再びね、というか、まあ、あの AT とか、はい、竜王ごとグラッシュという形になります。おめでとうございます。ね、ローソン店内で気候なダンスしてくれって言われてますけどね。気まずいね。そして気候な戻れへんくなるぞって、間違いないなこれな。気候ちゃんじゃないところだから萌えちゃんも一緒に連れてって配信しようぜって言われてますけどね。明るく丁寧かつおしゃべりが得意でコンビニの裏側を熟知している、これだけ条件揃ってる人材はなかなかおらへんっていうねコメント来てますけれどもね。めっちゃ誘ってんぞ誘ってんぞこれ。揺らぐな揺らぐな。うん、木村家に JP お泊まり放送、サークル系サンクスも参戦だってね。マイマイ家にジージお泊まり配信、マイマイが困るからな。木村逆指名でどこのコンビニ、あのどこのコンビニするか決めろって言われてますけど、逆指名制か、逆指名か、久々に逆指名って聞きましたけどね。いやー揺らぎますね。揺らぎますけど、ちょっとあのまだアンダツリクビになってないんで。そうですよね、はい、まだまだあの全然アンダツリさんで働き満々でございますからね。まだまだ元気ですから、はい、はい、お、なんか赤カットインありましたね。どうかな、まだ続くってことかな、はあ、はあ、あー来ましたね、30枚。さあトータルで言えば何枚になってますか。今で150枚、150枚、はい、さあさらにプラス10、どうかな。ここは競合を避けて空豆太郎を指名するかって言われてますけどもね。ああ、競合を避けるというあのチームもあるみたいですねこれね。岡田家で裕次郎と見てます。木村サークル系サックスには来なくていいよって言われてますけどね。あ、うん、あ、蹴られましたね今ね。お、いや、いいね、いいね、今190枚、さらに続くで200枚。あ、これで200枚でスタートという形でございますかね。10ですね、はい、はい、うん、そんな注目する必要なく枠レインボーやったってありがとうございます。サークル系サンクスはファミリーマートで吸収されますということで、あ、そうですね、確かにサークル系サンクスはもうすでにあの3回になることが決まってるみたいですからね、はい、うちの近所にサークル系サンクスとファミマ近所にあるんやけど、あれどうするのかな。よし、としおくんとペヤングを指名だって、ね、コメント送ってますけどね。うん、まあ小売もサービスだからねってことで、まあ共通する、まあ接客業というところでは共通するところあるかもしれませんけどね。うん、ね、もうこんな配信してたら首を近いだろ聞こうなんとか言われてますけどもね。いやいやいや、これはおっと、またエンドズグラのカットに来ましたか、ソロかな。あー、残念。しょうがない、セブン&アイホールディングも、ホールディングスも名乗りを上げようって言われて、もう大人気じゃないですか、木村さん、ね、これ。セブン&アイホールディングスは僕の古巣ですからね。はい、そうですよね、もともと働かれてましたからね。はいはい、ポプラが空豆太郎を指名しますって言われてます。ポプラか、また関西ではマイナーやな。あの、あれですよね、レジの横で食べれるやつですね。そう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 、食うところあるところはね、イートインできるところですよね。確かあそこ中で作ってるんじゃなかったでしたっけね。最近中で作ってるところは、ね、はい、デイリー、あれか、あの山崎デイリーストアとかあったりしますけどね。そうね、パンのね、うん、おじさん、セイコーマートもあるで、セイコーマートは東北、北海道だけじゃないかな、関西では今、あれですね、ちょっと馴染みがちょっとないところなんですけどね。いや、でも僕、地元で見ましたよ、兵庫ですけど。そうですか、セイコーマートありました、はい、ありました、ありました。へぇー、ちょっと僕知らなかったですね。あの、なんか鳥のマークでしたっけ、ですよね。どうですか、ちょっと私知らないです。あれ北海道ではすごい有名らしいですね、はいはいはい、なんかチラシが入るコンビニということで、あー、あの、家のチラシにコンビニのチラシが入るらしいですよ。私はあれそれ聞いた時へーって思いましたけどね。としおくんが欲しいってね。じゃあ北海道代表はセイコーマートも参戦としますかって。おいおい、コンビニ出身者多くないかこれ。としおくんと働いてみたい。木村一回聞こうのやめて考えてみようかとか言われてますけどもね。一回やめたらやり直し聞きませんから。聞きませんのでね、はい。マイホの駐車場でポプラがあったけど今週サークル系になったと、またファミマ、に変わるんかなって言われてますけども、まあ多分そうなると思いますけどね。この隙に2期店長はデイリー山崎がいただいたってコメント来てますけども、あ、2期店長ね、寝屋川みなみ店の、まあ、あの方も大人気でございますからね。パン、その多分ね、2期店長指名したらあのパンダの被り物ついてきますんでね。キムキムは何発注してましたっていうコメント来てますけど、僕、いや多かったですけど基本はドリンクですね。あ、ドリンク系、基本ドリンクからあとお菓子系ですね、はい、あれ、あの発注するときは何かあれあるんですか、こう難しさというか、やっぱり在庫ですか。いや、もう在庫もありますけど、でもそんな難しくないですよ、はい、今。あ、
そこまでは難しくはない、はい、まず足りなくなったものの補充をするというのが第一優先という形なんですかね、はい、もうあのね、なんかカラオケの電木みたいなやつがあるんですけど、あ、はい、よくやってありますね、はい、あのコンビニの店員さんがこう、あの何でしたっけ、あのポチポチ触りながらやるやつね、はいはいはい、あれにも平均とか売れ筋とか全部バー書いてますから、あー、これがよく売れるとか、はい、まあ、データが全てそっちに集約されるんですね、そうなんですよ、あー、なるほど、変に頭使わない方がうまいこと言ったりしますよ、うん、と言ってるね、アサルトタイム来ましたね、これ上乗せとかじゃなかったかな、ですか、もしくはチャンスがですね、さあどうだ、あ、上乗せですね、これね、あ、ですね、ですね、あ、ハテナ来てる、ハテナも来てるぞ、さあ何号だ、さあウォーニングの文字、赤、お、びっくりマーク出た、撃破ということで、さあ連打、お、さらに来た、え、マジで、え、何これ、めっちゃ続いてるぞ、お、赤赤赤赤赤、ハテナハテナ、あ、これで開かない、うん、これで開かない、合計65 あのハテナなんやねん、そしたらあのじゃびっくりマーク多分3とか、ね、0.1 とか 0.5 の世界ちゃうんかこれいやーうせやろ65、わろた腹痛い、中途半端とかめっちゃ面白すぎて、枚数管理つれーとか言われてますけど、まさかの展開やなこれ、いや面白いですねちょっと好きになってきたぞ、ちょっと今のは笑いましたね、笑えた笑えた、うん、アンスリカも賛成しないと、成功のあとは北海道と埼玉と茨城しかないよって言われてますけど、僕兵庫で見ましたよ、また別じゃないですか、そしたら、いや、成功マートは成功マートですよ、あ、昔は滋賀にもあったっていうことで、あ、ココストアありましたね、ココストアね、じゃあムック店長はいただいていくって、木村君ほっかほっか亭の店長になってみる気はないかって言われてますけどねハークスレーさんですかね、これはね、弁当屋さんが入ってきましたか、入ってきました、もうだいぶいろんな業種から来ましたね、いや、これいつ僕クビになっても大丈夫ですいつ、はい、いつなってもなんかひょっとしたら引く手余ったかもしれませんね、これね、はい、100円ローソンも新聞折り込み入ると、あ、そうなんやね、100円ローソンも入るんや、タッチパネル使っているってことでね、ああ、なるほど、あの今の売れ筋のやつとかですかね、はい、はい、じゃあキムキムうちの商店も勧誘していいですか、お、個人商店も勧誘してきたぞ今度は、うん、ゴッドでしたっけ発注機ということでね、木村は何歳のお嬢さんを発注してましたかって言われてますけどいや、あの人身売買は使ってないねそれは誤解のないようにないようにね、はい、データ量は、全国にあるから集めるのは必要ないからなっていうことで、そうですね、ああ、なるほど、そういうのも全部反映されるんですね、在庫もそうやねんけど日々の売り上げと天気にも注意せんとあかんのやでって感じ、 ありますね、はいはいはい、特にやっぱり生物系パンとかその辺はそうなるんですかね、そうですね、まあ、単純に言ったらあの夏場のアイスとか、ああ、それはもうもろに影響を受けるでしょうね、はい、分かりやすいので言ったら、なるほどなるほど、暑くなればなるほどやっぱり売れるというところもあるでしょうからね、さあ再び朝いただきましたね、これさっきのやつですか、はい、再びもう一度ですね、さっきの65枚以上はなんとか言っていただきたい、さあこれ平均どのぐらいなんだ、ちょっと見てみましょうかね、ね、じゃあクビになってみようぜとかですね、めっちゃ続いてる右65枚笑ったってね、派手にやって65って、これ何の配信ですかって言われてますよ、ある意味コンビニの配信にもなってるかもしれない、あー一発で終わっちゃったか、まだまだ復活した、いや、これやばいぞ、これやばいぞ絶対これ、あ、でも5とかハテナとびっくりとハテナが出てきた、うん、どうなんだ、さあ連打再び、おーおお、なんだなんだなんだ、あー、もうやられたか、もう一本、まだまだ、あー来ない、86、さっきよりか増えた、さっきより2回来て86、これ平均どのぐらいなんだろうね、ちょっと見てみましょうか、ちょっとごめんなさいね、はい、アスファルトタイム特化ゾーンですね、一応これ継続率がこのワンプッシュごとに 97% から 99.8% らしいです、はい、平均は乗せ100枚でそうです、だからほとんどがまあ1枚なんでしょうね、多分1回で200とか乗ることはまずないんでしょう、ほとんど、はい、モスバーガーなんですが店長やってみる気はないですか、モスバーガーいいじゃないですかいいな、モス、もう最近うちの近所のモス潰れちゃったからな、モスバーガー好きですよ、ね、えあれ美味しい、レタス美味しい、今日は龍がお得で4000枚出たって方いらっしゃいますけどもね、はい、マジですか、すごいな、キコちゃん出てる間に、決めないと連絡取れへんから今決めとこうとか言われてますけどもね、なんで僕追い詰められてるんですかドラゴンチャレンジ、さあこれもドラゴンチャレンジはどうやったかな、これは、チャンスゾーンになるのかな、ソウルストック、はあはあ、はい、ソウルストック、さあゲージアップっていう形になってますけどね、うん、
なんだよ、下になんか流玉みたいなのが溜まりましたけど、はい、下、ああそうですね、下、ちょっと待ってください、今ちょっと引き気味するからね、はい、今ちょっと指差してもらっていいですか、そこですね、うん、はい、青の玉が溜まってますね。いや、ここで隣に缶って書いてあるから、はい、このセット消化したらこいつを消化するんですか、ね、おそらくそうでしょう、いわゆる何でしたっけ、鬼武者系の一番最後に乗せるパターンになるんですかね、これね、はい、宝玉的な、はいはい、そんな感じになるみたいですけどもね、キムキムサミーやユニバとかから介入来たらどうしますかってメーカーさんの方か、そうですね、いやでもそれはまず僕はそれやったら引きますね、まず、ああそうですか、サミーとかユニバとか僕を勧誘しに来たらまず引きます、どこ見てんだと、なるほどなるほど、この人たちは一体僕の何を見てるんだと、はい、木村様サーティワンアイスクリームの南極支店なんですが来る気ありませんかって、どういうこと、南極支店でどういうことやね、あるんですか、むしろ本当に、ところでタイムリーっていうコンビニしてますか、ああいや聞いたことありますよ、僕見たことはないけど聞いたことはあるか な、ね、なんかタイムリー響きは聞いたことあるけど、うん、コンビニみたいなところ品切れするとすぐ信用なくなるからなってことで、やっぱりあるもんがないとっていうのはちょっとあるかもしれません ね、この辺はね、男塾かなって、ね、ガチでこの噂なんな腹痛すぎるよってことで、ワンポ仕事の継続率管理の上乗せで特化という形みたいですね、ミスター中途半端キャンセルしたらどうなるのっていうコメント来てますけど、これキャンセルできるのかな、さっきの朝一応ね1ベッドで、はい、キャンセルできるんですけど、ワンベッドで一撃上乗せなのか、はい、なるほどね、次やってみますか、うん、やってみましょうか、一撃でどうなるか、アサートタイム来たら一遍やってみましょう、平均100、それが60と86、木村の引き笑って言われてますけどね、うん、ある意味お尻ペンペンかってことは、そうですね、ある意味お尻ペンペンってことは、さあスナイプラッシュの方来ましたね、これは、これも特化ゾーンです、はい、これも特化ゾーンになります、突入ケーキはバー揃いということらしいんで、継続率は 85% から 91% になってます、最低保証が2回ですね、平均オアの数がなんと350枚という形になっておりますので、一応本期最強の、上乗せ特化ゾーンという形ですので、これがですか、はい、消化中はバー揃いのラインの先にある上乗せ玉、これ右側に玉あるの分かりますか ね皆さん、はい、あこれ黄色、はい、今黄色が乗りました、上乗せと、はい、これに関して上乗せ玉を獲得していくと、ね、1ゲームごとに上乗せ玉はスライドしていくということで、これ緑ですね、はい、これで30ゲームという形になります、これますますあれじゃないですか、化け物語、ね、そうそう、ライクな形になってますけどもね、また上位場の スナイプラッシュ極みに入った時は最低保証が10回になります、はい、これは最低保証が2回らしいですね、はい、この普通のアサルトラッシュですか、あスナイプラッシュの方は、はい、もうでも余裕で2回は超えてますけどね、さあずっとそう言ってますけど、おさあカエルに変わりましたが、次どうなんだこれは、さあバーゾロの、ね、平均以下かってね、ある意味お尻ペンペンかって、あとこの時期はホットドリンク朝はたっぷり用意せやなあかんけど昼間抑えたりとかって、あその辺も必要になってくるんです ねコンビニはね、うん、木村コンビニやる、それとも退職するって言われてますけどね、契約書用意しました、ジョジョ園って言われてますけどね、ジョジョ園焼肉か、うん、ええとこやないですかその玉の部分にはキャン玉を貯めるんですかって直接で込めておきますけど、あー150枚かー、いやでも150枚結構さっきのこれ一応平均350らしいですからね、なんてことだよなんてことだよキム、エガリスクと平井社員はどっちが仕事ができますかって聞かれていますけど、どっちなんでしょうね、いやでも同じぐらいいいじゃないですか、あどっちが頭おかしいかって言ったら平井の方が頭おかしいゴッド平井さんの方があれなんですか、いやあいつはね毎晩僕に LINE でね、なんかはい、謎みたいな、あ言うてましたね前もね、謎の、はい、いや謎っていうか謎謎を出してくるんですよ最近最近、え謎謎、はい、はあ、謎謎、どの手の謎謎ですよ、いやもう普通にね、ググったら難しいやつで、うん、なんか四角の中に四角があって、この四角何個ありますかみたいな40何個見つけられたらもうなんかアップル社入社ですよみたいな書いてあるんですけど、うん、バリ難しいんですよで僕も答えるめんどくさいですから、毎回ググってそのまま答えコピペするんですよ天才ですねみたいなめっちゃ不毛やないかそれやってくるんですけど、もうあれがめんどくさくてめんどくさくてすごいな、はい、岐阜のローカルのコンビニエンスタイムリーって言って、岐阜のローカルなんや、へでも届
いてますね。次があったら350だってよって言われてますけどね、350で150かって言われてますけどもね、やばいな、ちょっと引きやばいな。キムキム、とりあえず木村カードの木村ですって言えばいつでも働けるんでよろしくお願いしますってコメント言ってますけどもね、木村カードの木村ですっていうあの自己紹介の仕方が意味わかんないですけど ね、 そ、 うですね、これね、それ何ですかって言われますよね、まずね。うん、薄いとこ実は引いたのかって言われてますけどね、スナイプ切ったってね、木村目標行ってから消化してって言われてますけどね、キムキム、非現人やコシアンさんから勧誘してからどうですかって、これあれですね、ライターさんですかね、ライターさんというか、某雑誌のあの編集者さんたちですかね、これはね、はい、まあ、僕大事に全然詳しくないんで無理でしょう、ね。そこまで記事にできる自信はなしって感じですかね。全くないです、はい、さあゲージアップいただきましたね。このゲージが溜まれば先ほどのいわゆるあのお尻ペンペンじゃないですけども、あれ行くみたいですけどもね、そうですね、はい、変換とか化けやろとか言われてますけどもね、100平均の65と86、木村スローやめてるとかええぞってね、木村仙台で牛タン店の店長やりますかって言われて、ええじゃないですか、牛タンか、牛覚醒、おろ、なんか覚醒できたぞ、これなんだ、牛が覚醒して何が起きるというんですか、そして稼働者が止まって、さあ変換、これも強制っぽい感じになってますね、うん、でさあレア役ラッシュ的なとこ行ったんですかね、これはね、あーかな、はい、うん、謎々が LINE で送ってくる平井痛いんですかっていうコメント来てますけど、言っときますけど平井にとって僕上司ですからね。上司にガンガン謎々を 送るってどういうことか分かってます。頭おかしいですか。それはね、うん、で木村ちゃんと調べて答えるって暇なんかって言われてますけどね。いや、やってね、やってね、真面目に答えて分からんかった、はい、なんかバカにされるじゃないですか。あ、なるほど、それも嫌やし、うん、もうなんかこんなん余裕で分かるよみたいな、でその問題ちゃんとググるんですね、それは、うん、ググります。すごいな、あ、さっき記事たまって上乗せきましたね、30枚乗りましたけど、ひでえわらわら、そういえば気質カードですけど他の曜日は 2,3 人やってるんですけど一人打ちなんですねっていうことで、今日はね、まあまあまあ、あのキコちゃん初の、まあ、放送というのもありますし、はい、まあ、なおかつ、出演陣が私ピンとあのピンで MC やってますし、はい、出ておられる木村主任もピンということですので、はい、今日は1台をじっくり見せる形になります。さあレア役か、レア役ですね、はい、でもまあ口数的にはちょうどいいんじゃないですか、どうですか、ああなるほどなるほど、あ、もうなんか龍いきなりいきなりガーッといきましたね、さあいきなり上乗せだぞ、はい、プッシュ、はい、30、あれでもなんか上乗せめっちゃするな、ゾンビゾーンっていうとこ行ってますねこれね、うん、でちゃんとすけどね、木村も調べて答えてね、男版のシンデレラブレイズですがこれはって言われてますけど、さっきのね、プッシュボタンの連打に関してはちょっと似てるとこはありますけどもね、はい、木村と平井の関係が謎やって言われてますけどね、はい、キムキム大丈夫、マイマイのピン放送に比べればってねコメントきますよ、ね、どういうことですか、うちのマイマイがね一度地上のアデテンの放送だったかな、はい、あれ確か行った時に誰も出演することができないっていう形になっちゃって、はいはいはい、でうちのマイマイが一人で放送したっていう、はい、どうなんですか、エンデック人一人で放送したっていう、しかも売ったのがセイントセイヤのアマを売ったっていうのがありましたよね、はい、どうなんですかそれは、はい、早く水曜日の CM をかけた木村 VSJP してよと結構楽しみしてるっていうこと、ほんまや、それ忘れてたわ、いやそれ忘れてた。やらなやらな。やらな飽きませんか、あれ。ただあの時にあったあの台がもうないじゃないですか、戦国コレクションですか。いや戦国コレクションあるけど、戦コレ2はあるけど、あの相手の相方よ、相方、いや菜の葉とか売っといたらいいじゃないですか。戦コレ対菜の葉でやりましょうよ。やる、いや全然いいけど、これ視聴者大丈夫かな。いやもう視聴者とかもうそういうのじゃないですから、もうこれは視聴者とかじゃないの、もうこの水曜日見てくれる人やったら大体台どんなの多分見てくださるから。あ、台がどんなんであってもね、もう水曜日見てる人は大体頭麻痺してますから。あ、そうか。木村さんの最近よく打つ台って何ですかっていうコメント来てますけどね、はい、ね、マクロスですね、あ、マクロス、はい、マクロスフロンティア2のあれですかね、ボーナスラグバージョンですかね、パチンコの方、パチンコの方か、ライトミドルの方ですかね、スロットの方も打ったんですけど、はい、まあちょっとよくわかんないですよね、なんか、うん、はい、よくわかんないですね、スロットの方はちょっとよくわかんないですね。パチンコの方用って言われてることです、はい、V 入賞でね、77パーってやつです ね、 ですね、あれね、あれはわかりやすいですよね、はい、うん、センコレバーサスナノハって面白いんだな、あ、インフィニットストラトスでもいいんやよってコメントきますよ、あれないんですよ、あ、ないですよね、鶴見店さんね、はい、
菜の葉の奇跡を見せてくれるんですね。ね、木村が最近よく打つ女性はどんな名前で、よく打つっていうのが意味わかんないですよね。菜の葉過去 JP バーサス何か過去木村が見たいっていうコメント来てますけどね。はい、ハイディングドラゴンバーニング導入して JP さんに打たせようってコメント来てますけどね。ハイディングドラゴンバーニングレア台ですからね、あれね。はい、でもキムキムよく考えてね、負けたら罰これだからねっていうことになってますけど。あ、そうですね、菜の葉時々爆発しますからね。そうですよね、菜の葉の爆発が怖いですからね。IS を入れてないだけ有料にという風潮一理ある。最近木村に似てる深海魚を見たんですけども、水族館にいましたよねっていうコメント言ってますけど、どういうことやこれ。違いますし、僕は別にチンアナゴでもないですから、ね、なんでそこでチンアナゴが出てくるのよ。チンアナゴ、あー、モーニングだ。あー、そしておっと、サバイブタイム、さあどうだ、これはあれですかね。あ、そうか、これでずっと、耐え切ったらでしたっけね、もしくはゲージか何かを貯めたら復帰っていうパターンやった気がします。ごめんなさい。判定し後にキャラクターを選べ決定、はい、どれですか、どれですか。いやでも主人公ですかね、ここは。いきますか、桐生一馬。はい、いきます、せーの、はい、ほんで、はい、ここからですね、ここからスタートという形になります。なんやったんや、そのあれですかね、いわゆる下段バーカーのリプレイはそればチャンスっていう形になるんですかね。今プッシュボタン出ましたけどね。そうですね、はい、アンチョビ、あ、上司の洗濯機の中で木村にいたんですけども、あれ本物ですよねって言われてますけどね。いや違いますよ。なぜ上司の洗濯機なのか、しかもまた関西一部上場 の電気店ですけどね、上司ね。関西以外で分かる人おるんやのか、上司は。今日ニコニコってチンアナゴ51時間待機放送やってたよねって。そんなんやってたんや。わけわかんない。チンアナゴ51時間でずっと映し続けるんですかね。それはどうなんやろ。いや、ほんまに耐久ですよね。ああ、弱い弱いってね、うん、木村君、あかんやつはどこに行ってもあかん、あかんやつは何打ってもあかんって言われてますけどね。はい、うん、JP さんは鬼浜打たせよってね、コメント来てますけどね。青は弱い、てんてんて、龍が如くって漢字ゼロやなって言われてますけども。そうですね。ちょっとやっぱり世界観が若干違うからっていうのもあるのかな、通常皆さんが。バイオ中がすごい。ほんまになんかバイオライクな感じになってますよね、これね。はい、いや、まあでもスロットとしては、あのちょっと前半僕おっと思ったんですけど、はい、結構今楽しいですよ。まあいろんな台打たれたら、ちょっと比較というか、できるんじゃないかなと思いますよね。いろんなシステムが導入されてるのかなというイメージはありますけどもね。はい、公式放送、たまに、熊谷の温度計を映し続けたりする。あ、熊谷ってあれでしたっけ、一番暑いとこでしたっけ、これね。はいはいはい、木村さん、耳から黒い神経が出てますよ、きちっとしましょうって言われてますけど、これはあの私どもの音声をね、ちゃんと伝えないといけませんのでね、はい、普通の龍が如くでよかったっていうね、コメント来ますよね。いやですよ、生放送1時間40分を超え始めたら神経出てくるって。耳からベローンってね。はい、龍が如くて忘れることぐらい、ことを忘れる、ごめんなさい、ぐらいに、世界崩壊してるって言われてますけどね。あ、これは結局、お、また入りましたよ。なんやこれは。謎で入りましたよ。地獄か。893ライフでいろいろ NG だ。これスピンオフやしってね。どうしようかな、じゃあ。ま、いろいろと選べるみたいですけどね。じゃあ、こっち周りで。はい、左回りで、はいはい、じゃあ次、ゴーダー・リュウジ、リュウジ、はい、これが関西のリュウでしたっけね、大阪のリュウでしたっけね、確かね。木村鶴見にクジラッキー導入して過去懇願って言われてますけどね。クジラッキーか、クジラッキー、あれですか、クジラッキーと砂漠の国ですか、じゃなくてそっちじゃないと思います。確かパチスロでなんか出たんじゃないですか。はい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 、はい、ありますね。それが多分導入されてる店舗だいぶ少ないと思いますけどもね。そうですね、オブジエンドは数年前にゲーム化してたなっていうことで、まあこの世界観は一応ゲーム化されてるみたいですけどね。はい、ゴルゴ足すバイオカッコ閉じる割る2イコール龍が如くって言われてますけど、龍が如くオブジエンドですからね。はい、龍が如くってもたくさんございますんで。さあこれは結局木村さん、これは、さっきもそうですけど、やっぱりバーゾロイから何かが起きるかを待つっていうところなんですかね。そうですね、はい、ただひたすら待つという。
町のゲームが始まりました。継続のきっかけとかもなんかないんですかね。いや、なかったですけどね。おそらくこれ引き戻しゾーンかと思うんですが、さあ残り16ゲーム、この間に、押し順は出ないんですね。出ないですね。はい、押し順ベルはないですね。はい、リラックもよろしくお願いします。リラックもパスリラックもありましたね。懐かしいですね。まだあれ検定切れてないのかな、どうなんだろう、バロンって何なんですかってね、過去の放送見ていただければ分かるかと思いますけどね、木村主任がかつて、はい、かぶってたと言っちゃっていいんですかね、もう先週もバラしましたからね。いいですよ、もう、はいはい、かぶってた猫の名前がバロンでございますけどね、はい、はい、あの詳しくあれですね、某有名なアニメ、日本アニメーションの元アニメ、そう、はい、ヌーリですかね。耳を何とかしたらってやつ、ね、耳をせば、ね、そうそんな感じ のアニメ見ていただければ分かるかと思いますけどね、はいはい、そもそもなんで893がゾンビ撃ってんだって感じですかね。じゃあ秘宝伝 VS クリアの秘宝伝って隣同士じゃないですか。いいですね、バラエティーコーナーにありますけどね。はい、ありますよ、はい、うん、ね、でも僕はセンコレで勝つということにこだわってますので。おバトルいった。そうだ、これバトルで勝てば AT 復帰ですかね。ですかね。はい、残り3ゲームと出てますが、てか思いっきりなんかバイオライクな感じのあれ出てきましたけどね。変異種ゾンビ軍、ただ星4つ、どっちなんでしょうかね。強さが4つってことなあ、なるほど、危険度的な感じですかね。お、あ、レインボー、あ、ほら枠レインボーじゃないですか。あ、ほんまやほんまや。はい、撃破1人、3匹おったよな。でも3匹中1匹でいいんや。あっという間にやりましたね、今ね。残り 3匹中1匹倒して完全勝利。いやひょっとしたらワンプッシュで3匹倒しちゃったかもしれないですよ。ゾンビゴンっていう名のやつを。でも1人しかいない。不完全燃焼。不完全勝利でしょ、これ。すげえ納得いってないけど、木村さん。いきますね、でも。はい、いきましょう。というわけで、これで、7が揃う形ですかね。そうですね、はい、ここはもう復帰なんで、はい、というわけで、AT 復帰という形でございます。龍河ごとくラッシュですね。いやー、帰ってきましたね。はいはいはい。はー、なるほど。こういう復帰の人がするのか、引き強って、ね、裏で融合してたような敵とって言われますよね。これで初期ゲームが決めるね。うん、さあプッシュで20、さあここからあれですね、初期枚数決めてる感じですね、現状ね、はい、あ、スタジオジロリの耳をちぎればのあれですねって言われてますけど、まあそんな感じですね、はいはい、宮崎駿監督のあれですねって言われますよね。だんだん名前ちょ変わってますけどね、はい、じゃあゴッド凱旋バサスゴッドイーターをアミバサトにさせといてって言われてますけどね。うん、当たったのに納得いかないって言われてますけども、ちょっと当たり方に納得がいかなかった感じですからね、今のはね。ちょっとね、はい、ちょっと消せない部分もあったけど。さあ、何枚スタートでしょう。はい、160枚スタート。160枚か。おお、そう、初期枚数はそんな感じなんですかね。やっぱり最初の、まあ、さっきの決定の時に、さっきの7名揃ったバーであったりとか、あの辺に行かないと、ちょっと大量の差はないのかな。はい、さあ、さあ。これがまたどこまで続くのか。そうですね、枚数管理ということで途中やっぱりね乗せないと厳しいところもあるかもしれませんけどね。さあチャンス、あ、これチャンスですかね。ベル外れですね、はい、からね、ベルリップのダブテン外れてました。おそらくチャンス目でしょう。はい、まあ、何も今のところ動きはあるのかな、なるのかな。さあチャンスか、納期、あ、煽りは多少ありそうな感じですけどもね。160やったらまあまあかっていうねコメントも来てますけどもね。やっぱこの AT 中はやっぱりチャンスリプレイが一番でかいんですかね。おそらくそうだと思いますけども、ね、どれがどこでどう乗るっていうのがまだちょっと解析が出てないっぽいので、はい、分からないとこではあるんですけども、バトルゾーンか、一番最初来たのがバトルゾーンですよね、はい、これに関しては平均が一応180という形になってるみたいです。あ、もうじゃあ全部下回ってるわけですね。一応200枚ありましたよね、最初途中で200枚ぐらいあった気しますけどね、はい、はい、一応継続ゲーム数としては規定回数のベルが成立した時点で、初期枚数の決定は終わるという形みたいですね、はいはいはい。ちなみにもう一つの上位版ですね、これバトルゾーン極み、これも存在しまして、突入は白名揃い、先ほどは金揃いでしたけど白名揃いでいわゆる上位版のモードに行くみたいですね。あ、なるほど、なるほど。その時は、初期の平均枚数は700枚近くになるという形みたいですけどもね、やっぱり一撃必殺その辺あるみたいですけどもね、はい、
AT 昇格、さっきのあの竜覚醒ゾーンで行きましたよね、はい、あれがレア役の降格ゾーンになるみたいです。あ、なるほど、はい、あ、今のこれゾンビゾーンいったのはこれ特化ゾーンですね。ゲージアップの降格ゾーンです。周期抽選の一部で行くみたいですね、これはね。あ、もう、あ、抜けてないな、まだ抜けてない、まだ抜けてないですね、はい、この間にはあの、で、あの、子役が成立することによって、まあ、あの、まあ、ベルでは一部乗っかると、レア役とかでは結構あの上乗せ乗っかるみたいですけどもね、ゲージアップがね、はい、なるほどね。160やったらまあまあかってね。あ、化け以来枚数管理はすごい苦手って方いらっしゃいますけど、まあこの辺個人差あるでしょうね。そうですね、やるやらないっていうのはね、はい、はい、サンドから札束を回収してて2000冊があったらイラッとするんですかっていうコメント言ってますけど、別段イラッとはしないと思うけどね、はい、じゃあ AKB の青菜の奇跡ができるようなあのできる台あるんですか、キムキムって言われてますけどね。いや、まあでも今日もね、コンディション次第ではいけたんですけど。コンディション次第ってどういうことなのな、平均は当てにならないからなっていうねコメントも来てますけどね。まあまあまあ平均はあくまでも平均であるということですからね、個人で収束するとは限りませんのでね、この辺はね、はい、で、キムキムローソンの件はどうですか。振りか、また来たぞ、また来てたんですねまた来たぞローソン、はい、これ上のリールはどう関係するんですかというコメント来てるんですが、上のリールに関してはあれなんですよね、上がメインリールになるんですよね、あくまでも。そうそうそう、はい、うん、木村さんいい年して G ショックはちょっとどうかと思いますけどっていうコメント来てますがめっちゃ見られてるやんこの辺いやでもやっぱね、パチンコ屋さんって言ったらやっぱ汗かきますし、そうですね、いろいろ、はい、まあ、スポーティーなものをされてる方もたくさんいらっしゃいますからね、耐久力がね、やっぱりね、僕、あ、それはいりますよね。いや、そうこう言ってる間にもう52分ですか早いですね、あっという間ですね。 いや、一人でも普通にいけるもんやなじゃああれですか、もう木村さん、この台にロンフリはないという結論でよろしいですかね。いや、搭載されてないでしょあ、されてないということでよろしいんですかね。まあ、でも今の感じを見る限り、はい、まあ、上乗せもあんなきゃ青って68枚とかでしたからでもロングフリーズでそうですね、200枚いかないぐらいになるから、ね、でもそんぐらいかなと思います、ね、あくまでもこれは個人の感想ですんでね、はい、皆さんご了承くださいね、はい、もうやってもうね、もう何も起きないでしょもう半ば諦めてる感あるじゃないですか、それもうやってもうゾンビも出なくなったもん、ね、もうすでに AT が抜けちゃったっていうのでも、はい、結構順増早いですね、これ考えるとね、意外とね、はい、意外と早かったですね。いや、これなんだかんだ言って800枚ぐらい出ましたからね。あ、そうか、一撃で結構出ましたもんね、はい、あのサバイブタイムでだいぶ延命すると結構出玉も稼げるんですかね、そうなってくるとね。はい、まあ、1回目どうやって入ったんかっていうのがもうちょっと印象が薄すぎて印象が薄すぎる、はい、あれやけどまあとりあえずチャンスリプレイをどれだけ引けるかと、そういうところかもしれませんね、その間にね、最初の抽選についてはそういう形になるかもしれませんね。そうですね、はい、木村、最後の感想はキコーナの木村じゃなくて個人の木村で頼むって言われてますけどね、はい、あ、なるほどですね、デフリーズはって言われてますけどね、おいおい設計ミスかよって言われてますけどね、はい、ってことは次回は出演者の誰か女装ってことでいいですかって言われてますけど、ね、言いたい放題ね、キムキム、そうそう、終盤だし個人の感想をお願いってことで ね、 そうですね、放送の終わり際に多分個人の感想を言ってくれるかなと思いますんでね、はい、はい、その辺は注目していただければと思いますけどね、はい、木村、冬のボーナスは何に使う予定ですか。そうですね、冬のボーナス、ちょっと打ちに行くとか思ってたんですけど、はいはい、もうこれちょっと打ってちょっとその考えなくなりました、ね、ああ、なるほどなるほどなるほど、うん、はいはいはい、いやでも温泉とか行きたいかな。でも温泉かちょっとさっきも言ったように新婚旅行とか一切行ってないんで。そう言ってはりましたよねさっきね。はい、ああ、なるほどなるほど、温泉か、まあ、近場この辺やったらどうですかね。結構遠目まで行きたい感じですか。そうですね、遠くちょっと行きたいですね。ちょっと旅行がてら的な感じですかね。はい、小旅行的な感じはしたいですね。あ、じゃあ今日のあいうよさすくんはローソンでお願いしますって言われてますけど、最後積むでしょんが完全に積むよねこれね、はい、木村さん、あいうよさすくん忘れてないよねって。木村さんクラスになる と、ボーナス220万ぐらいでしょうから海外行きましょうとか言われてますけどもね。いや絶対そんなことないで
どこをどう考えたらこのなんというかこの数字が出てきたのかというところではあるかと思いますけどもね。ないな。ないなこれもう。どうしましょうかねキムさん。もうもうちょっともういいですか。もういいですか。じゃあキムさん元戻りましょう。はい、もう1時55分ですから、まあ、時間ちょうどええかないうとこですんで。はい、じゃあ太陽エレクさんごめんなさい。これはあれかな、うん、後頭部から配線が出てますけど脳貫通してるんですかって。脳は貫通してないぞこれね。はい、はい、というわけでございまして、じゃあお疲れ様でございました。お疲れ様でした。 まあどうですかね、まあ、まずキコーナの木村さんとして、はい、感想を伺いましょうか。はい、どうでした龍が如く。いやでもやっぱ何なんでしょう、ユーザーさんが求めるような欲しい演出みたいなのが、はい、なんか全部詰め込められてるような、はい、まあそうですね、はい、今までの多分まあまあまあはい、いろんな機種出されてたと思うんですけどもね、はい、まあその辺からいろいろと、はい、まあ、勉強されてるんじゃないかなと思うような演出、はい、ただありましたけどもね。だからはい、いろんな面白いが詰まってるみたいな。はいはいはい、はい、だからまあ化け物語に似てるとかバイオに似てるとかいろいろありましたけども、はい、まあ、そういうののが好きな人でも誰でも触れる台、はい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 、っていうのがやっぱり龍が如くなんじゃないかなって思いますね。ちょっとね打たれてピンとくるところもあるかもしれませんけどもね。そうですね、まあ、それを、はい、あえて懐かしいと捉えていただいたらなるほど、はい、なるほど、ね、そういう形でございまして、そしてなおかつやっぱり ATK ということでやっぱり一旦出始めると、はい、そうですね、そこそこやっぱりスピードは速いかなというのもございます、はい、であと、はい、何せやっぱりこれ新基準なんですかね、まあ50枚あたりでおよそ45回転という形ですんで、はい、まあその辺も含めて機会もあるんじゃないかなと、はいはい、思いますんでね、ぜひ導入されて、まあ、鶴見店さんも導入されておりますんで、はい、ぜひ皆さん売っていただければと思いますんでね、どうぞよろしくお願いいたします、はい、うん、キムキも他の曜日の企画をまたやろうって言われてますけどね。そうですね、いろいろ作きましょう。何がありますあと。いろいろありますよ。そうですね、な意見をなんか聞いてるとどうやらなんか月曜日のあのね、はい、いわゆるコメントで天の声大作戦がいいって方いるんですけど、あれね言うてね僕ピンでやるの結構大変なんですよ、はい、言うて向こう3人で回って、僕ら運営陣も3人で回ってるし、はい、まあ、出られてる方も出られてる方で結構人数いるからあれなんですけど、次々ミッションこなすの結構難しいですからね。はい、いやまあまあ天の声等々もパクりつつパクりつつ、はい、最終的にはミッドナイトでいきます横須賀ミッドナイトの、はい、鶴見もミッドナイトミッドナイトみたいな形ですかね、はい、じゃあちゃんと、はい、あれですね、裏側の完全に裏番組を載せていく形になるかと思いますけども、ね、そうですね、もう機種も全く同じにして、はい、でしれーっとパクっていくっていうあれ気づいたらあれこれ鶴見の企画じゃねみたいな あれみたいな感じになるかもしれませんけどもね、はいはい、今から、地獄少女耐久8時間配信やるんじゃないんですかって、朝までかかっても死んでしまいます ね、 ね、我々が、はいはい、ね、まあまあその辺の企画をまたね考えていきたいと思いますんで、はいはい、またよろしくお願いします。じゃあフリーズ引けなかったなかったので罰ゲームということで、まあなかったんですけどね、まあないものを引くという形でございますんで、だからもうそうですね、なかったから僕が食べるべきなんかなと思いますけどねでももうメーカーさんがちょっとあれかなと思いますけどね。いやだって今日、はい、だからキムさんほら日付変わりましたけどさ、この11月の11日といえば何の日、ポッキー&プリッツの日、プリッツの日ということで、はい、というわけで本日用意させていただきましたポッキー&プリッツでございますけども、どっち好きですかキムさん。僕ポッキー派です。あ、ポッキー派、はい、わかりました。ポッキーゲームとかあるじゃないですか、プリッツゲームなんかないでしょ。あ、ないですね、はい、ポッキーゲームってでもね女の子とやるもんじゃないですか、それはね。まあまあまあ、JP さんとしませんよ。そらしないですよ。ただ僕はラップ越しに俺はババコンが池田とキスさせられましたけどね、罰ゲーム企画ね。きついなそれは。はい、というわけでデスソース。もうあかんてもあかんてまあ甘いチョコだけじゃないんでね、甘いチョコだけではございませんのでね、これダメーと。でも辛いしかないチョコもないでしょうよ。まあ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 、まあ、そういうのもありますけどもね。まあまあでもデスソースだけやったらちょっと足りない部分、やっぱもうちょっと染みていただきたいというのもありますんでね。あかんて、はい、こちらが用意させていただきましたね。あかんて、はい、これも混ぜましょうかね。これドベドベーと、はいはいはい、ちょっと仕事中の中村店長に今から叫びます、
ああ、叫び声が聞こえるかなということでね、まあ、やっぱり2つだけだったら足りないかなということでございますんでね、こちら の, タバスコのね、ハラペーニョ入りというね、特別辛いやつ用意させていただきましたんで、はい、こちらの方ね、どーっと。はい、アホ。はい、アホ。はい、アホ、それはアホ。あね、まあ、これもね、粗い、甘いという部分でございますんで、よいしょ。じゃあ、匂いがやばいもんやってます。じゃあ、はい、キムさん、ほら。刺激臭がするもん。ほら。なんすか、そのほらってやつ。ほら、はい。はい、ほら。はい、着いた。はい、着いた。はい。はい、頑張って。頑張っていこう。え、マジで言ってるから。しかも、ちょっと斜めにつけたから、広くなんか。マジ？うわ、甘くさ。これ。いやもうね、JP のポッキーゲームって言われてますけどもね、はいはいはい、ね、根元と先っぽと匂い違うし、うんね、はい、じゃあまあまあまあ行きますか。じゃあ行きましょう。はい、行きますね、うん、僕とポッキーゲームしちゃわないからね、これね、はい、行きますね、はい、おあ、くっさくっさ、久々くっさ。しゃがんだ。あ、臭い。あ、臭いが先来るか。結構きついよ。まだ残ってるよ、木村って言われたすね。今日僕ポッキーゲームしました。耳垂れた。大丈夫？あ、マジか。ちゃんとつけて全部ダメ。つけたし、ほんで。見せられないよって言われてますけど。つけたし。あかん。またついたやん。もうちょっと待って。まだついた。そう。あ、ちょ、ほら。ああ。地棚踏んでるよ。ちょっと待って。ああ、きついな。うん、こんな食べ物無駄にするんですかね。やいにゃんぼ、そう、つけ棒やいにゃんですよ、これね。あ、いや、まだ残ってるよって言われてね。一気するかと思ったわ。あ、行こう、一歩。もう最後。一気したら逆にあの甘いでフィニッシュできるからね。いた。あムカつく。あ、イライラしてくるこれ。イライラするからさ。はい、というわけでございました。じゃあ最後ね、木村さん、あの別画面になったら最後個人の感想いただければと思いますんで、それは YouTube に残しませんのでね。はい。だけはと思います。じゃあ来週まだ未定ですね、やるのは。はい、はい、ニューイライラ棒とか言われてますけどもね。はい、といった形でございまして、本日やってきましたけどもね、龍ごとくやってきました。また来週、またこのつるみて、めっちゃにらんでるやん。痛そう。今痛いか、うん、ああいう予策もやってねって言われてますけどね。はい、いや本当に今日もまた1000人超えということで、わざわざいただいたことね、来ていただきましてありがとうございました。また来週もね、水曜日、鶴見の東大阪店の配信でお会いしたいと思いますので、またよろしくお願いをいたします。それではお疲れ様でした。ありがとうございます。